ははは。ああ、ですですです。はいはいはい。はいはいはい。オッケーオッケー。これも聞こえてるんですね。聞こえてるの。そのまま喋り続けた方がいいですか。喋るば。いやなんかこの放送前のちょっとよくあるじゃないですか。あるあるね。放送前のちょっと気が抜けてる状態を流してるみたいな。あるねあるね。聞いてる人がいればですけどね。まあそうね。あと2分半ぐらい。そうそうそう。なんツイキャスじゃなくてなんだっけこれ。何が？この動画。あユースト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 か。うん。ユーストでだから流れてるんでしょもう。あそっか画面戻さんといけないのか。ああこっち側ね。とりあえずメールアドレス来てます？ちなみにメールあちょっと待ってなんだこれ。いやメールは来てねえな。誰も落としたままもらいたくないのかな。 FM2 来無音が検出されました。なんだこれ。いつの話よ。あ今だな。これはあれなのか、ユーストのやつの無音が検出されたっていうのが来てるのかなメールに。なあユーストかな。分からん。いやあれ、放送はないでしょ。放送流れてるもん。ああ多分。でもたまに無音になってません？夜中とか。夜中はいいのかな。いやダメダメ。夜中もダメダメダメ。たまに夜中無音になってる時がなんだろうなこれ。いや分からんな。この辺は多分大丈夫じゃないかなとは思うけど。よし1分前ですね。 OK 今日はちゃんとサンジちゃんも持ってきたんで。あアメリカン。はい。あ言っちゃった。まあいいアメリカンです。切りましょうかマイク。ちょっと暗いかな今日ユースト。大丈夫ですか。あかもしれん。どうだろうな。ちょっと暗いかもしれんな。でも若干暗め。あかもしれんな。あとでちょっと調整しましょうか。あとで調整しよう。もうあと30秒切ったな。そうですね。基本はここだな。オッケーオッケー。マイクの音量のやつがめっちゃ難しいな、うんうん、向こうでどんな風になってるのか分かんないですもんね。うん。チャタンのことなら新年一発目シャー明けましておめでとうございます。はい。2016年1月の6日日曜日。うっせーいらっしゃいませ、居酒屋か。これちょっと何回かやりましょう。あと何回かやりましょう。何回かやるばこれ。あ、ほんと。いいんだけど別に。うん。恒例ということで。さあ、2016年、はい、一発目のチャタンのことなら俺に聞けですね。はい。パーソナリティの宮城拓磨でございます。はい、知念のぞむです。よろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いいたします。はい、ほんとね、年が明けて、うん、3日目。はい、まさかの大雨でね、沖縄。ほんとそうですね。あ、大雨はいいんですよ。何ですかこの気温は。今日はね、雨降ってるからね、昨日なんて俺の車の温度計29度差してたけど。あれは俺の車が壊れてるでいいんじゃないですかもう。でも今日の琉球新報に載ってましたよね。載ってた。どこか離島かどっかで26点何度。26点何度。うん、だからあれ観測値で26点何度だから。そうそうそう。だから実際は27、8度9度あるんですよ。あるんですよね。うん、あの太陽の下とかだったら、うん、あのヤフーにも載ってたからね。うん。すごいですよね。いや、1月の2日気温29度ってぬやみ。マジで過去最高じゃないですかね。ああ、だからこれ過去最高気温どのくらいなのかな。1月の、いやどうなんだろうね。30いくんかな。行ったことあるのかどうかわからんけどね。
いやもうあの全国的に一応あったかいらしいですね。いろいろなんかどこだとか横浜でも22度とか。え、そうなんですか。最高気温が。だから実質ね、場所によっては25度とかってあるんじゃないかな。そうですね、ありそうですね。おそらくね。ただ今週1週間はまあ天気予報ではね、沖縄は雨みたいですけどね。外れること願いますね。いいじゃないですか、たまには降ってもね。いや、めんどくさいんですよ、雨降ると車増えるし、沖縄。いいじゃないですか。いいじゃない。だって雨が降る嫌な理由がめんどくさいっていうのもちょっとどうかと思いますけどね。いやいやいや、もう農家の皆さんには悪いけどね、めんどくさいんですよ。いやいやいや、出かけるにも出かけられないみたいな。やっぱ皆さん1月3日となると外出するんですね。結構このスタジオ前ちょろちょろ歩いてる方がいらっしゃるんですよね。雨は降っているんですけどね、ちょろちょろ。沖縄の人特有の雨降ってるけど傘をささないって。だからあれなんでね、絶対傘ささないですよね。なんでね、あれ。みんなニット帽はかぶるけど傘はささないじゃないですか。傘特に高校生とかよく見るんですけど、傘持ってるのに3人ぐらいでね、うんうん、1人傘持ってるのにその人刺さないで、刺さないですよね、歩いて。あれはなんでどう苦しいのかね。変なんなの、1人だけ傘っていうのが。あるそんなのがあるのかな。俺だって今時カッパはいないでしょ。まあね、でもカッパ便利なんですよね、なんやかんやで。あ、そうそうそう、実は、うん、両手握手、うん、そうね、疲れないし着るだけでいいし、冬はちょっとあったかいし。そう、そうなんですよね。でもカッパっていつ来たかな。俺いつ来ただろう、カッパ。小学校以来かな。あれ黄色いの。黄色いの。まあ今は透明なのとかありますけど。あ、そうなの。まあいろいろ時代は変わるからね。そうですね。ランドセルなんて昔赤と黒しかなかったのに。今すごいですよね。今これ何色よって判断しかねるやつもあるよな。そう、色もそうだけどデザインもそうじゃないですか。そうそうそう、機能も赤ではない、何これ、エンジみたいな、うんうんうん、なんかちょっと見たことない色、水色があるけどって、うん、まあまあ洗濯できるのはいいですけどね、うん、どんだけドラえもん好きやんばと思ったの。ドラえもん好きではないでしょ。まあまあまあ、ということで聞いている方お気づきの通り、私今完全に風邪をひいておりましてですね、ものすごく鼻声の状態でラジオをお送りしてるわけなんですが、なんか2016年一発目からなんか下り坂歩いてるなお前。ね、まあ後半上り坂だからいいかっていう考えで、ね、仕事納めが28日だったんですけど、ほう、その仕事納めの日から風邪をひき始めて、うん、現在まで治っていないんですよ。あ、薬を飲んでいるにもかかわらずに。2015年の菌は強いな。すごいですよこいつら、やっぱり。とんでもない。あとだから金もあれなんじゃない、年明けでうっさーしてるんじゃないか。何すか、うっさー。嬉しがってんじゃないか。ああ騒いでます。と年明けだぜってから。今年もよろしくってお前の中でやってんだよ。俺今年も病弱キャラでいかないといけないのかな。嫌だな。乾杯してやる、お前の体内の中で乾杯してやるわけよ。、何飲んだ俺。ああでも正月から酒飲んだからな。まあでもほらなんていうの、冬風っていうんですかこれは、うん、冬風もあるんでしょ、なかなか治りにくいっていうよね。治りにくいらしいですね。夏風もあるけど冬風もなかなか治りにくいっていうふうにも聞くけどね。そう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 なんですよね。まあまあということで、はい、はい、5分経ちましたが、おツイッターお見てみましょうか。覗いてみましょう。ツイッターやっておりまして、何かつぶやいた後にハッシュタグ、あ、はい、そうですね、シャープチャタンのことなら俺に聞け、はい、ことだけカタカナで、カタカナで、普通に漢字でやっていただければ、漢字ひらがなで、はい、聞いてくださっているリスナーさん同士でこう交流ができるわけなんですけれども、おい、集まっている方、うん、アルファウィングさん、はい、シュプリームさん、はい、ありがとうございます、スリーキャッツさん、うん、今のところ以上ですね。はい、今からまたもうちょっと集まってくるのかどうなのか、どうなのか。ね、ちょっと呼んでみましょうか。はいよ、アルファウィングさん、うん、右耳はスマホでチャタンのことなら俺に聞け、うん、左耳はラジカセで、うん、これはなんだ、 RBCI ラジオか、738はそうかな、うんですね、ああそうかもしれんね。器用ですね。すごいでしょ。わったりすんな、デイジでよマジで。器用ですね。右耳こっちで左耳 RBC、
RBC かな、まあ他局で目はあのテレビとか見たりとか何の情報が頭に残るんですかねその場合だからこれはもうあの情報戦というよりも印象戦ですよ印象戦ですよね、印象操作をしないといかんおーなんだろうもうこれ無音事故で今なんていうの俺なんかがやったらもう超印象残るけどねないやあれなんか何も聞こえてんけどみたいな、そう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 、でもうテレビで他のラジオでめっちゃ面白いことやっててもこっち放送事故やってたらもうこっちに印象が残るみたいな、まあ、僕らも首飛びますけどね、そうね、うん、やめましょう、ある意味もう今年の1月の話題それで終わりみたいな、うん、もう11月ぐらいになったら忘れ去られていくっていう嫌、うん、だなあ、傘差してる方増えてきましたね、普通ですよそれっていうかっていうかみんな1月3日だぜ、なんでこんな普通に外を歩き回ってんの、いやだから暇でしょ、暇でしょっていうかまあ最後だからか今日、ああ明日からまた学校始まったり、明日が普通に学校始まったり仕事始まったりね、うんうんうん、仕事始めのところも多かったりもするわけですけどもね、だからもう今日は雨でもおみくじ引けみたいな、でも今年のこのなんていうんですか、お年末年始、ああ年始年始の行動パターン大体決まってるんじゃないですか、1月1日はまあ親戚同士で集まって、はいはいはい、はい、1月2日にまあ家族で初詣行って、うんうんうん、1月3日はもうおのおの好きなことするみたいな、もう行動パターン多分決まってますよね、そうね、大体でも俺なんか今回はあれだったな、昨日おばあのおうちにみんな集まって、ああそうなんですか、はい、1日はじゃあ家族で、1日は家族で2日で親戚同士に行って、そうそうそう、うん、ああはいはいはい、今日はフリアシビリ急に英語と方言混ざるから、もうあれ今年はもうチャタオレで、うん、日本語使わない子かなと思ってちょっと待ってもう俺だけ不利俺だけじゃないですか、お金払うの絶対ムサンキーさん分からんって言ってももう総無視しようかな絶対昨日のボーリングで影響受けてるでしょ、何の影響よ、夜中テレ朝でやってた英語禁止ボーリング、あああれは見てないな、あ見てないんですか、ナインティナインがやってるやつか、毎年そう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 、鶴瓶と、そうそうそう、あれね一回友達同士でやったことあるんですよ、英語と方言禁止、誰も喋らなくなった、それはねカメラ回ってないからですよ絶対そうですよ、そうもうねカメラ回ってないっていうかお金を払わないようにするためにカメラ回ってないっていうか、これ普通に素人だからですだからもうみんな日本語で喋ろうという気もなくなるわけなんですよ、そりゃそうだよ普通に考えたら、うん、だから1秒空けたらダメっていうのをやった方がいいですよ、まだですよね、だから30秒に1回必ず喋るみたいな、そう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 、無音をなくすっていう方が、うん、ルールを設けないと、うん、ダメですよね、無口の人地獄だろうねなんか喋らんといけん、なんか喋らんといけん、リアクションもできんみたいな、うん、続いてツイッターシュプリームさん、はい、たくまくんのぞむくん皆さん、はい、明けおめです、明けおめです、2016年の1回目の放送ですねというふうに言ってます、はい、ツリーキャッツさん、はい、たい、うん、ということで、はい、ありがとうございます、同じくツリーキャッツさん、はいはいはい、僕宛てにたくまさん明けましておめでとうございます、今年も楽しいオンエアをよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやー1月3日でね、うん、2016年今年はあれでしょ、HY の歌がバンバン売れる年ですよね、そうなんですか、366日あるから、ああそういうことか、そうよ自分で言っちゃったよ俺この間自分で言ったはずなのに俺そうなんですか、でほらオリンピックイヤーでもありますし、そうですよね、見どころオリンピック楽しみだな、たくさんの年になるんじゃないかなと、でもオリンピックってやっぱ8月なんですかね、夏、うんそうね、でも7月8月か、南半球はだって冬じゃないですか、南半球は冬に、うん、なるな、そうね、だからオリンピック冬にやることになるんですかね、現地では、いや違うでしょ、向こうの夏に合わせるってことなんですかね、違うな、リオかブラジルですよね、ブラジルだな、そうだから南半球なんですよ、冬でオリンピックすることに、だって8月にやるのは、うん、確か放映権とかの権利の問題で8月にやるって決まってるんですよね、大
は8月というか、まあ、この、まあ、大人の事情でしょうね。そうそうそう、北半球の夏に大人とお金の事情が絡み合って、そういいのかな、オリンピック。そうか、オリンピックリオだから IOC に潰されないかな。リオだからあれだな、いつなんだ、ちょっと調べてみようかな。調べてみて。今年そうかそうか、それだったら南半球になってくるから真冬じゃないですか。ですよね。ブラジルの真冬は冬なのか、真冬は冬なのかこんな感じじゃないか、沖縄。もう俺半袖になったけど。ああ、そういう意味ね。うん、でも緯度的にはリオってどこ、ブラジルの。ブラジルのリオ。いや、まずブラジルは寒いのか、そもそも。いや、そりゃ寒いでしょ、やっぱり。いや、チリ。あ、ありましたよ。どうなんだろうな。開会式が、開会式8月5日。5日。閉会式が8月21日。うん。なので、やっぱり8月。8月だよな。ですね。もう真冬じゃないですか、だから向こうで言えば。あ、これウィキペディアからなんですけれども、ブラジル国内および南アメリカ大陸で夏季オリンピックが開催されるのは初めてである、うん、また南半球での開催は1956年開催のメルボルンオリンピックと2000年に開催されたシドニーオリンピックに続き16年ぶり3度目の開催となる。そうか、シドニーもそうだな、うん、8月は冬季にあたるが、リオデジャネイロは低緯度に位置するため平年の1日平均気温は摂氏22度前後である。おお。あ、だからこんなに寒くないってことなんですよ。今日ぐらいだな。今日ぐらい。多分。あ、いいんじゃないですか。ね、まあ、マラソン選手がちょいしんどいかなぐらいじゃないですか。ちょっとしんどいだろうな。暑いぐらいですよね。22度っていうのは。前後は、うん。うんうんうん。いやいや、暑いですよ。ですよね。うん。マラソン選手にしては、だから大体一番なんていうの、ベストコンディションは多分おそらくですけど、うん、10度前後が一番。いいんじゃないかなって、気温がね、マラソンね、マラソンに関してはね、はいはいはい、うん、今回でも水球あるんでしょ。あ、そうなんですか。じゃなかったっけ、水球加わらなかった。あ、違うか、あれはに、あれからか、2020年からかな。ん、調べてみましょうか。じゃあ水球あったような気が。2016年オリンピックのじゃあ開催競技、うん、あ、そうね、いくつ復活したの、なんかありましたよね。野球も復活した、うん、野球とのやったかり、女子レスリング、それあれは東京オリンピックからじゃないですか。あれ東京オリンピックから、ソフトボールボールもよね、うんうんうん、あれは復活しないとダメですよ。いや、まさかほらレスリングがオリンピックから外れるなんて、あれ何の基準で入れたり外したりするんですかね。まあ一応なんか世界的な競技人口を加味してるっていうのは言いますけどね。でも昔エントリーというか、ノミネートされたのがカバディ、ノミネートされたらしいな。カバディってどこの競技？知らんわけよ全然。カバディって連呼してどっちが勝ったり負けたりしてるのかさっぱりわからんのに、なんでオリンピックにノミネートする場って。どうなんだろう。いや、わからん。まあちょっと見てみましょう。うん、ですね。うん。あ、これ違うな、ごめんなさい。ちょっともう一回調べ直します。うん、だからまあ。もちろんなんですけど、球技で言えばバスケット、野球、それからサッカー、この辺はもうあるんじゃないですか。ラグビーもあるかですね。あ、ありました、見てみましょうか。ほうほう。一個一個全部言っていきますね、うん、ですね、競技数がちょっとごめんなさい書かれてないんですけど、うん、シンクロダイビング、ほうほう、水泳、うん、水球ありました。水球あるでしょ、はい、でバスケットボール、バスケ、はい、柔道、あ、柔道は絶対あるね。レスリング、うん、フェンシング、あ、フェンシングね。テコンドー、ほう、ハンドボール、うん、テニス、ゴルフ、体操、自転車、うん、サイクリング、重量上げ、うん、ウェイトリフティング、うん、卓球、バドミントン、うん、ボクシング、うん、ビーチバレー、自転車ロードレース、うん、競歩、マラソンスイミング。マラソンスイミング？トライアスロンの陸上、自転車がなくなったものか。なんだ、あ、マラソンスイングって言うんですか。マラソンスイミング、あ、マラソンスイミング、余計分からん。マラソンとスイミングってことですよね。で、あとタイムトライアル、トライアスロン、ボート、カヌー、セーリング、うん、近代五種、ラグビー、それ知らんの、馬術、射撃、サイクリング、うん、自転車 BMX、 サイクリング自転車 MTB、 ホッケー、陸上、サッカー、バレーボール、アーチェリー、マラソン、うん、
いくつかなんかいくつかわからないのありましたね、うん、じゃあわかりやすいのからホッケーはなんでやるんですかなんででもホッケーって東京オリンピックの種目じゃないんだ。だって東京でやるんだったら真夏ですよ。ですよね。夏季オリンピックなんですねこれって。そもそもそうだから東京オリンピック種目じゃないんだ。ほとんどのところは夏季オリンピックになるはずなんですよ、うんうん、要は赤道直下であればね、なんていうの、年中問わず、年中問わずだから、暑いですからね。でそれで言えばそんなに数多くないはずなんですよ、南半球って、はい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 、の国って、うんうん、だから赤道直下型の直下型というか付近の国はもう北半球とみなして、うん、ってなると南半球の国は少ないでしょ。少ないですね。その中でアイスホッケーをするんですか。いや、アイスとは書かれてないです。ホッケーですね。あ、そうか。ホッケーとアイスホッケーは何が違うんですか。よく屋外でやってるやつ、芝生の上でやってるホッケーありません。え、あれ勘違いかな。芝生の上でホッケーできないでしょ。勘違いかな。草が邪魔でしゃあない。アイスホッケーとアイスホッケーとホッケーって多分違いますよね。いや、そうなの。多分ホッケーって言ったらもうアイスホッケーしか俺は頭の中にないけど、世の中はそんなに便利になったの。まあ、いや、アメリカとフットボールが違うみたいな、スキージャンププレイヤーが夏に草原でジャンプするの、あれは練習だけでしょ。うんうんうん。今大会もあるのか知らんけど。いやいや、練習じゃないですか。練習だよな、うんうんうん、だからあんな感覚じゃないの。どうなんですか。ちょっとこれ気になるな。ホッケー、だってホッケーってあれなんて、あれなんて言うんですか、あれ ボールじゃないけどパックって言うんですか。はいはいはい、はい、あれ芝生の上でやっても転がらないですよそっか、転がらないというか滑らないですよ。逆に転がさないといけないのかな。どうなんですかね。一応、8月7日から20日まで、20日まで約2週間やってますホッケー。はあ。個人的にはこのサイクリング自転車 BMX って気になるんですよね。何するのあれ。要は技を見せる感じっていうことですよねきっとね。っていうんだったらスケボーとかもあってもいいんだな、ね、あっても良さそうですよね。だってスケボー人口めっちゃ多いもん、うんうんうん、日本でもそうだし世界的にもそうだしね。そうそうそう、うん、で、去年人気になったラグビー、ラグビー8月6日7日9日ですね、広島原爆の10日日と翌日と長崎の原爆10日日、うん、これは2020年の話よね。いえいえ、2016年の、あ、2016年の話これ。はいはい、今回の今年の話、今年の話でございます。うんうんうん、うん、はい。あとはそうっすね、いろいろ見どころはね、うん、いやでも個人的にはやっぱりバスケットボールみたいな。まあバスケット、そうね、バスケットもあれ BS でずっとやるよね。やってますよね BS で、うんうんうん、やっぱまあ個人的にはもうバスケとサッカーはすごい気になりますね。陸上もね、どうなんだろう、今年まで陸上ボルトは出るんですかね、うん、どうだろうね。もうでもそろそろ年齢来ているんじゃないですか。もう来てますよ。世代交代の時期じゃないですか。世代交代の時期ではあるけど、それでもこの間もね世界大会で優勝したしね。してますよね、うんうん、気になるな。バレーボールもやっぱり気になりますよね日本。うん、そうね、女子男子どっちもともにね、やっぱり今すごい盛り上がってます、うんうん、セーリングって何なんですかね。セーリングはヨットでしょ。あ、ヨットか。はあ、はあはあははあ、海の上を、なんか。そしたら海の上の海上競技、ボートにカヌーにセーリング。うん。そうね。おー、近代五種も気になりますね。近代五種って何？近代五種。囲碁みたいなもん。でも会場が、ラグビーの会場と一緒なんですよ。え？何すんですかね。あれじゃないですか。ラグビー&ラグビーの応援じゃないですか。なんて？もう応援するのが種目になったんじゃないですか。マジ？なんかあるじゃないですかラグビーなんかは、頑張って頑張ってみたいなのが。オーストラリアの。オーストラリアなんだっけ、ブラック、あ、出てこない。まあ、なんかチームブラックス？だったかな、なんかパフォーマンスするじゃないですか。ありますね、うん、パフォーマンスがね。あのパフォーマンスが競技になったんじゃないですか。そんなあれですか、応援団部みたいな。うん、ありますよね。俺あれもちょっと意味わからんなと思ったんですけどね。
あれは士気を高めるためにやったんでしょ。部活動になりますと思いましたもん。ね、びっくりしました最初聞いた時、何それと思って。 CM にもらったからね一回。そうなんですか。だから頑張って頑張ってなんとかみたいな感じの CM が、これが話題になった時にね、そうなんだ。いや、あったあった。で俺さっき球技の中にラグビーって入れたけど、ラグビーは球技なのか。球技でしょ。丸くないぞあれ球。いやいや、じゃあそういうことじゃないっすよ。まあ今日は球は丸でしょ。いや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 、お前すごろくなんじゃ球技かこれ。すごろく。あんな真四角のやつコロコロ転がせて。だってラグビーはあれなんて言うんですかあれ、なんか球の形が全く違うじゃないですか。いや、あれボール使ったら球技でしょ。だ気球型じゃないですか。気球、うん、気球型。気球、丸い気球じゃなくて、なんだ、なんて言うんだっけ、宣伝用の気球。はいはいはい、飛行船でしょ。飛行船用気球みたいな、あの形じゃないですか。ああいう形のことなんて言うんだっけ。いや分からんけど、ね、そもそも玉じゃないし、あれ。いや、あれは玉ですよ。漢字で書いたら玉って丸でしょ。あ、じゃないな、違いますよ。違いますよ、びっくりした。あれ違うけどと思って今。玉は丸くなくても玉なのか。まあ丸の具合にもよりますけど、あのぐらいだったら全然玉でしょ。だってバスケット、野球、サッカー。だってそんなこと言ったらサッカーボールなんてほら五角形と六角形の組み合わせだから深淵じゃないじゃないですか。っていうかそもそも遠くから見たら丸やん。出たあれラグビーボール遠くから見ても細長いぜあれ。感覚さ、そんな感覚か。だって世の中にそもそも深淵っていうのは存在しないですからね。横にしたらちょっと遠くから見たらパンかなと思うのに。習うわそれは。習うわ。中にソーセージ入ってるんじゃないかって。習うん。あ、だんだん傘さしてる方が増えてきましたね。こんにちは、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、はい。うん、ラグビーのボールは球ですか。ラグビーのボールって球ですよね。絶対球じゃない。あれはボールとしていいですよね。いいですよね、ほら、いいって。でも球技じゃないじゃないですか。球技ですよ。だって野球とサッカーとちょっと待って、バスケットとハンドボールあれは球技だよ。ちょっと待って、こっちで盛り上がった瞬間に、うん、こっちにいる3人家族のお母さんの方が、うん、そろそろ行こうっていう感じで旦那さんの手を引っ張ったんですよ今。いいですよ、大丈夫ですよ、時間もあるんでね、うん、ありがとうございます。どうでもいい話だからね、はい、ありがとうございました、うん、お子さん濡れないように気をつけてください。はいはい。で、何の話でした。ラグビーですよ、だから。いや、だってラグビーボールって言うぐらいですもん。何が名称が、うん、ほら何でしたっけ、昔のラグビーの熱血のドラマとかでもあったみたいに、はいはい、ラグビーボールって言うじゃないですか。ボールってつくじゃないですか。そしたら球技っすよ。いや、あれラグビーだから、それがもうそもそもの間違いなんですよ。あれはボールじゃない、あれはもうラグビーなんかだわけよ。ボールに変わったなんか名称だわけよ。ラグビーフージーボールゴア、意味がわからない。いや、ボールじゃない、ボールはもう丸。近くから見ても遠くから見ても丸。いや、でももう本当の深淵ってもうたくまさん、この世の中に存在しないですからね。円周率がちゃんと割り切る。いや、遠くから見たら丸し。出たよ、こんな時だけ遠くからの目線。なんでどう見てももう見た目さ、絶対。いやラグビーはだからあれ、だって蹴るとき見てみよ、あれ何なんか置くやん、あれ。なんで砂を折ったり、今はなんかプラスチックのやつがあるんか。じゃあそしたら、それで言ったら、だってほらゴルフのアイアン打つ最初の1打目だって、何がティーに乗せるじゃないですか。あれ1打目だからいいじゃないですか。出たよ。出た。あれはゴルフはゴルフの理由で、ヌーソーが1打目だから。だってあれ途中でラグビーとか途中でなんかファールもらったらなんか土ってやって、なんか縦にあれ横にでもいいのに。高橋さん、今ちょっと遠回しに五郎丸も否定してますよ。言っときますけど、いや、五郎丸は五郎丸で五郎丸しとけばいいじゃないですか。違う、五郎丸今関係ない。五郎丸しとくって何。なんかこんなやって祈ってるやつ。五郎丸ポーズね。そうポーズやっとけばいいわけですよ。じゃあ五郎丸今関係なくて、やっとけばいいって何よ。なんであれ縦なの、横でもいいし。いや、縦に蹴った方がコントロール性が安定するからですよ、やっぱり。あ、
そう、なんかアメフトボールとか、ボールの間に通すときはってこと？そう、アメフトボールとかラグビーボールってこう、弾丸の回転ってあるじゃないですか。進行方向に対して、ね、うん、この、まあ、垂直にというか、まあ、パスするときとかね、はいはい、ああやって回転させた方がやっぱりボールが安定して遠くに飛んでコントロールしやすいから、うん、それを蹴りやすいように縦置きするわけですよ。あ、じゃあなんで今は支える人がいないの？昔はいたはずだぜ。それアメフトじゃないですか。え、そうなの？支えるのはアメフトは支えないとキャッチして支えますよ。ちょ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 、蹴るときよ。そう、あ、アメフトはうん、はい、どうもこんにちは。アメフトはほら、ボール持ったら前に蹴るじゃないですか、はい、前に蹴るときもあるんですけど、基本的に一応前にパス OK なんでしょ。アメフトは1回だけですよ。1回だけなの？あれアメフトってあんまりパスしないんですよ。あれなんていうの、最終のあれなの、アメフトのこのタッチダウンは。最終もう試合で1回しか使えないの、あれ。あ、うん、アメフトって1回の攻撃、うん、攻撃権が渡るじゃないですか。そしたら4回攻撃する間に10ヤード以上進めば、もうこのもう4回攻撃権がもらえるんですよ、うん、はいはいはい。その各4回のうちに1回ずつ前に投げる権利はあるんですよ。うん、なるほどね。で、ラグビーはボール持ったら後ろにしかパス出せないじゃないですか、はいはいはい、下投げで、はいはい、アメフトってボール持ったら基本的にクォーターバックの前に出す、まあ、前とは限らず、うん、そのクォーターバックが出すパス以外は基本的にみんな走るんですよ、うん、ボール持って。なるほどね。基本的にはパスはできなかったはずです、確か、うんうんうん、ちゃんと調べたことないですけど。で、それで3回攻撃して、うん、もし4回目攻撃失敗したら、うん、その位置から相手の攻撃権になっちゃうので、うん、それを阻止するためにできるだけ相手の攻撃を後ろに下げたいがために蹴るんですよ、うん、4回目。今の話8割入ってない。要は蹴る。途中からどうでもよくなってくる。まあじゃあ、いやだから、いいです、はい、要は、あれは、球として認めるの？だから。いや、認めましょう、そこは。球は丸でしょ。いや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 。たぶん俺、これ日本人ほとんどの人思ってると思うよ。玉は丸い。どうすか、じゃあツイッターやってる方どうですか、あのラグビーのあの玉は、ラグビーあれボールですよね、あれはボールですよね、どうなんですかね。ちょっとボールだから、ボールはじゃあどんな形でもいいんか、要はじゃあ今からバスケットボール四角にしましょうっていう感じでも、じゃあボールと言えるのか。まあルール改正をして、うーん、 NBA のコミッショナー呼んでこっちに。いや、四角はゲストで、四角角があったり、四角っていうのはやっぱ四角ですよ。そこはスクエアになるわけですよ。だからまあなんか性格も丸い方がいいみたいな感じ。そこまで言ってないですけど誰が人間性まで加味しろって。本当にこれだけ熱いボールの話してる間ですよ、うん、シュプリームさんから、うん、カバディはインドの国技だそうですっていう風に、国技なのかって。1,2 度会ったことありますが、わかりやすく言えば大人の鬼ごっこみたいな感じかな、うん、ちなみに知人が代表監督、元部活が代表選手をしています。あ、日本にも代表選手、代表ってあるの？あるんですね、カバディ。カバディ、え、そのカバディって各地、沖縄にもあるのかな、どうなんだろう、どうなんでしょう。カバディ、そもそもカバディのルールが分かっていない。俺も分からない。得点競技なんですかね。なんかカバディって連呼するっていうのは聞いたけど、カバディ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 みたいな。そう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 。へえ。だから世界共通って、いやいや世界共通にしたんでしょみたいな。はあ。そもそもカバディっていう意味も知らないし。ね。うん。俺それで言うとテコンドーもよく分かってない。テコンドーはあれ。テコンドーってやっぱ殴るのなしなの？キックだけ？いや分かる。あれはどこ韓国？発祥は。タイじゃないですか？タイか。タイはあれじゃないの、ムエタイじゃないの。あ、ムエタイか、そうか、違うな。テコンドーってどこの競技なんだろう。テコンドーは韓国だったんじゃないかな。あ、そうなんだ。多分、おそらくね。へー、うん、空手は日本じゃないですか。空手日本ですね。まあ日本空手っていうからね、中国とかにも一応あるいはするんですけど。え、沖縄じゃないんですか、空手って。何発祥。いや、これいろんな説があって。あ、そうなんだ。琉球空手ってあるじゃないですか。はいはいはい、うん、だからそれももともとは中国からの、まあ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 、はいはい、うん、輸入品みたいな感じなんですよ、うんうんうん、でだから結局沖縄から発祥って言ったらまた中国になっ
ってしまうとか、いろんなだから説があるんですよ。野村流だとか、なんだ、小橋川流だとかっていろいろあるんですけど、だからその一説なんですよね、おそらく。なるほどな。うん、いや、やっぱ空手とかね、うん、俺自分の子供が男の子できたら、うん、格闘技はちょっとやらせたいなっていう思いはあるんですよ。あ、それは誰なんか、いや、格闘技でもいっぱいあるじゃないですか。うん、その中でも、柔道も一応格闘技でしょ、あれ。格闘技です、格闘技です。ならレスリングもそうでしょ、うんうん、僕は空手をさせたい理由は、空手の中でも組手じゃなくて型をさせたいんですよ。ああ、いいですね。沖縄強いじゃないですか、世界的に。そう、なんで型かって言ったら、うん、僕その子供に空手をさせて、うん、喧嘩が強くなってほしいとか殴り合いが強くなってほしいわけじゃなくて、うん、心が強くなってほしいんですよ。ああ、なるほどね。絶対にこの絶対最初の頃って組手、型の良さだったりとか、うんうん、型をなんで習うかなんてことは分からないと思うんですけど、まあそうだね。それでもやっていくうちに絶対楽しさが分かってきてそうそうそう、どうやってこれが上手になっていったらいいのかとかっていう探求心も絶対生まれるはずだし、うん、なあ、そういう意味で、そういう精神的な、そう、心を本当に鍛えてほしいっていう意味で、ね、和の心を、そうなんですよ、言うからね。そう、うん、で、あれって絶対人を攻撃するためじゃなくて、やっぱり守るための、そうそう、守るためですが、もともと空手はそうですからね。ですよね。うん、護身術ですからね。護身術ですから。そうそうそう。でも武術ってね、基本的にそうですよね。ほとんどそうだね。うん、だから柔道もそうでしょ。うんうんうん、あれも護身術ですよね。うん、で、空手もそうだし。武術自体は日本から生まれたら、武術自体はでも総合格闘技、あれ絶対違うなあれは、あれは倒すための、相手を破壊するためですからね。そういえば僕は年末年始見たカウントダウンライブっていうイベントが入ってたので、ライブしてたんで見れなかったんですけど、あけぼの隊、あれは見てない俺は反対側見てた。誰だっけ、あけぼの隊サップでした。サップどうだったんですかね。一応なんかサップ勝ち、怪我したからサップ勝ちみたいな感じでネットには載ってましたよ。たくまさん、そのトーンで言ったら絶対嫌いじゃないですか、その一戦。ん、興味なかったでしょ。全く興味なかったそれをか、俺は井岡を応援してたからね。ああ、井岡すごかったぜ。あれ、井岡どうだったんですか。井岡勝ちました。もう圧勝でした。へえ、KO。はー、11ラウンドまで行きましたけど、相手も元、この世界タイトルマッチが4月にあったんだけど、はいはいはい、去年の4月に、はいはいはい、あって、でこの人から取ったんですよ、うん、ベルトを。でそしたらその、取られた人が挑戦してきたっていうので、今回、うん、なるほど、8ヶ月、間8ヶ月しか空いてない。へ、で世界タイトル防衛戦っていうことで、よく受け入れたな。だって4月はさ、勝ったとえ、まあ判定でっていうようなこともあって、うんうん、やっぱり納得いかないところですよね、うん、で相手もさ40戦36勝20KO ぐらいの戦歴なんですよ。すごい、もうよ、化け物ですよ、あのおっさん。すげえな。で、だからどうなるかっていうのは、もう前半から、うん、もう本当に9ラウンドあたりぐらいまではもう全然わからなかった。もう相手も一発あるだろうし。っていうの流れで、ずっと、うん、もう積み重ねたボディで、もう11ラウンド始まってからも、ほら、ああ、ああいう選手って、この回復力ってとんでもないな。1分あればすぐ回復するな。っていうのをやっぱり繰り返していって、11ラウンドももう全然ピンピンしてるから、これは判定かなと思いきや、もう蓄積にしたボディーブローが効いて、それでボディーで KO して、したらもう相手も我慢強いですからね、元チャンピオンですから。だから倒れたらもう心折れて立てなかったんですよ。なるほど。これは素晴らしい試合でしたよ。井岡の何がすごいって、あいつは、あんなボクシングしてるくせにめっちゃ顔綺麗なんですよ。あー、確かに。すごいよ、あの人。いや、その前にね、前哨戦で、
あったんですよ、世界タイトルマッチの、負けちゃいましたけど、名前なの忘れたけど。あんなボコボコでしたからね。うんうんうん、うん。まあ、バッティングで、目が切れて、両方、まぶたの上が切れて、途中で、何ラウンドだったか忘れたけど。TKO。いや、レフリーストップで、レフリーストップか。で、それで、その、9ラウンドで、9ラウンドまでの、まあ、判定で、はいはいはい。っていうの。あれ、4ラウンド以上からは、そうなるでしょ。で、もう見る見る、もう始まった時の顔と終わった時の顔、もう漫画みたいに違うんですよ。はぁ。なんだけど、いや、あれ普通だと思うんですよ。で、それを考えたら、井岡すごいぜ、あれ。ああ。マジで、全然もう、ちょっと赤くなってるぐらいで。へぇ。だから、井岡のすごいところは、あんなスピード、なんて言うんだろう。細い体から、うん。うん。で、どっちかというと、ムッキムキじゃないんですよ、ヨカ。相手ムッキムキですよ、本当に。腕太いし、背中の背筋も、筋入ってるし。っていうようなところなんだけど、ヨカのすごいところって、クリーンヒットの技術なんですよ。と、あと、ディフェンス。もう、めっちゃ顔綺麗に終わりましたよ。すごいと思いますね。あれ相当な逸材だと思いますよ、日本選手として。いや面白かったね、あれね。だ全然ボブサップ関係ないの、もう全然興味ない。っていうこと、同じ日に別チャンネル同じ時間帯で格闘技やってたんですね、うん、だから、まあ、まあこれ正直言ったら10年前では絶対ありえないんですよ。もう独占でこれをやるっていうふうな感じで、ほら K1 のね、うんうん、が大晦日にやってプライドとかやってましたよね。まあプライドはもう後々で、正直、右肩下がりになってきた時だから、だからプライドって打ち出して、で今回マサトと山本キッド、おお、もうやってたんですか。もう、うん、やったやった。マジ、うん、それは見たい、非常に。私はね、見てる側からしたら昔の二人を知ってるから不完全燃焼かなっていうのは、でもしょうがない。だって、マサトなんて引退して6年経ってるわけですから。で、それで半年でから、体よく作ったな。で、3ラウンドで延長なし。で、あとはルールは前と一緒。もう3ラウンドで終わり。うん。だからよくあれ体作ったなと思うね。だって昔ほら、同じ対戦カードあったじゃないですか。聞いてたよ、マサト。あった、11年前。あの時に、12年前になるか見てて、うん、なんちゅうパンチの速さし飛んだこいつらと思ったんですよ。いやーすごかったね、あれね。もう集中力がものすごくて、俺あんまり格闘技見ないんですよ、うん、それこそこの井岡の試合も今聞いて、あ、井岡の試合あったんだっていうぐらいの情報量なんですけど、うん、あの時ばかりはものすごく集中して見てました、ね。まあすごかったね。だからカードもさ、それぞれダウンを取ったんだよね、12年前の。だから山本キッドが、クリーンヒットさせたパンチで、ダウンを奪って、マサトが倒れて、でその後何ラウンドか目で右のハイキックでキッドが倒れて、いやでも、もちろんあの映像を流した後だから、やっぱりほら年がね、うん、それこそさ、マサトの場合は2005年から8年ぐらいまではもう負け続けてたわけよ、ずっと。あ、そうなんですね。もう、負け続けて、2006年、7年あたりぐらいにはもう引退だろっていうような風潮の中、あの人2008年に返り咲いたから。で、それで、そういうことも含めてですよ。だからもう、引退の時期には差し掛かった後に復帰戦ということで、今回か。うん、やっと、あれすごいよね。モチベーションもさることながら。よくやろうと思ったよね。本当に。いくつだからよ。37、6。嘘、マジ ?6、7ですよ。嘘でしょ。山本キッドは俺と同年代だからね。38、9でしょ、あの人。38、9で、そもそも格闘技の練習にまず。いや、あの人現役ですからね、実際格闘技。今でも?今でもアメリカで。で、山本一家アメリカに行ってるでしょ。マジ
あいやほらあの山本一家はあの 格闘一家だから、はい、まあ妹はねだって妹はダルダルと一緒にダルダルと一緒に、うん、ダルダルしてますよダルダルってダルダルっておい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 、もう子供生まれたのかな、生まれたんだっけ、うん、いやでもあれすごかったですよあのカードは、はあ、ああだからいやでもすごかった、本当にすごかった、だからねそういう目線でなんていうの今までのこの過程っていうのを知ってる目線で見たらめちゃめちゃすごかった、面白かった、うん、ああみたいな、ただただ試合という感じで見たら多分見てた人がいるんだったら物足りなかったかもしれん、なるほど、はい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 、いろいろそういうまあ経緯を知ってみたら、経緯を知ってて見たらすごいよ、マサト、きっとも年齢とかも加味したらね、加味したら絶対面白いですよね、そう、いやいやいや、だってマサトなんて30で引退していますからね、だから K1 でしょ、もともと格闘技界のこの何て言うんですか、平均引退年齢ってどのくらいなんですか、いや30前後でしょうね、あまあまあ総合格闘技はちょっと高くなると思うけど、 K1 はそうなると思う、30までできるもんなんですか、やろうと思えば別に50までやってるもん、いやだって勝ち続けなかったらスポンサーもつかないし、そうそうそう、いやだからその辺は式ですよ、だってまあ50まではやってないけど角田信明なんかは、あ結構まあ同じぐらいの年までやってますよ、 K1 実際35、6ぐらいまでやったんじゃないですか現役は、はだから15年前あたりぐらいはもう結構年いってますからね、だからその辺あたりだとかすごいなっていうことで、だからあの人ファンすごく多かったんですよ、あの年齢でここまで頑張れるか普通って、同じ年齢の人や、もうちょっとね、世代上の人なんかからの支持っていうのはすごかったですから。だからその、後輩として、まあ、のし上がっていったのが武蔵だったんですよね。ああ、うん、なるほど。まさか、サザエさんの実写版でアナゴくんをやるとは。ドハマりでしたけどね。まあ、ネットですぐ、うん、もうめっちゃ似てるっていうふうに、ね、あれは絶対あるだろうね。だまあ年齢でいうとほら去年ね中日ドラゴンズの山本昌が50で引退したでしょ、まあ、50で引退しましたね、なんか記録目前だったんですよね、確か記録目前、何の記録だったかなちょっと忘れちゃったけど、記録目前ですね、何かの記録を目前にして引退して、いやもうあれはもちろんね惜しいっていう声もたくさんあったけどすごいよ、でもいやもう50までだってプロですから、俺の一回り上ですよ、そうか、うん、俺の倍ですから年齢は、そうその人がプロの世界にいるわけですからね、プロの世界で実際ずっと投げてて結果を残してるわけですからね、だってプロの世界に行けない25、6の油の乗り切ったもう乗りに乗ってる人もいる中で、50の人がプロの世界で成績を残してるわけですから、ああ全然油乗ってない年代ですよ筋だけですよ50っつったらこの、スポーツ界で言えばもう筋肉鍛えたい人は好んで食べるタイプ、まあMLF のメジャーリーガーの名前なんだっけ、左側のラリー・ジョンソン、ランディ・ジョンソン、ランディ・ジョンソン、ラリー・ジョンソン、ランディ・ジョンソン、ランディ・ジョンソンも48、9だったでしょ、うん、すごいな、そうだからコントロールのキレでね、それでまた打ち取ってたからね、すごいですよね、すごいよ、だからそのなんていうの、この日本のこのプロ野球を支えた一人では絶対あるよね、うん、本当盛り上げ、それはもう間違いないですよ、盛り上げた人の一人、間違いない、うん、だからそうね、阪神金本新庄俺は山本だな、はい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 、ここ最近で言えばですよ、うん、この3人はもう日本のプロ野球界絶対支えたでしょ、うん、このここ近年の、はいはいはい、まあまあ全員も引退しましたけど、うんうん、だから何やかんや新庄やっぱりほらお祭り男だなんだって批判はされますけど、いやでもあれはね盛り上げたことには間違いない、盛り上げだけじゃないんで新庄は、うんうん、
牽制球をホームラン打つか、牽制球、あ、敬遠の敬遠の、うん、球ね、手の球を、うん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 、いやで、なんだオールスターではあったけれども、なんていうの、日本のオールスターって今はもうエンターテイメントよりもどっちかといったら真剣勝負が多い中、どうなんですかね、うん、いや、うん、そう、多いです、多いです、うんうん、あんな多い中ピリピリしてる中ホームスチール、はいはいはい、やりましたね、うん、はあ、だから、うん、実力ともにファンを喜ばせるっていうのはだエンターテイナーですよね、本当の意味で、エンターテイナーですよ、それはほとっても新庄しかできないあんなかぶりもん、そう一人が引き継いだけどいや無理だったね、やっぱ新庄だよね、うん、だから本当に、うん、あ、このプロ野球っていうものの、うん、なんていうんですか、人気の尺度とかが、そう、やっぱりこの活躍したか否かの中で、うん、本当の意味でというか別の尺度でエンターテイメントとしてプロ野球っていうものを、そう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 、やっぱり見させてくれた、支えてくれたのは俺新庄だと思いますよ、本当に。だってお客さん来なかったらプロ化できないもん、球団が。そうなんですよ、だから勝つとか活躍する以外に単純に楽しませるっていう目線って必要、そう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 、だから、NBA でも絶対そうですもんね、ありますよね、 NBA はもうノール、まあ、パスカットしてもう速攻で、ね、うんうん、前に出してでもうそのまんまフリーでダンクっていうのはよく 見かけますけど、うん、後ろから追っかけてるやつもう止めませんからね、止めませんよね、これはもちろんゲームが接戦でなければの話ですけど、まあ、なければの話で基本的なレギュラーシーズンの試合であれば止めないんですよ、止めない1点ぐらいもうそれはなんでかっていうと その2点でファンのためですよ、あれ、そうなんですよ、ファンを楽しませるエンターテインメントを求めるからなんですよ、だからほら余裕で1回転しながらシーズン中であるにもかかわらず、うん、あれ日本だったら殺されますよ、そうでも絶対大事だと思うんですよね、いやこれは大事ですよ、だからプロレスを見てくれと俺は言ってるわけですよ、プロレスを、プロレス、あ、プロレスをね、そう、 あれみんなやらせだなんだ言いますけど、あ、美学ですよ、ちゃんとした、あれプロレスってさ、あれなんだかんだ言われてるけど、あれあそこまで這い上がるのにどんだけ練習するかって、そうですよ、あ、言っときますけど、相手の攻撃を受ける美学、ああ、そして自分の攻撃をしっかりと仕返す美学、うんうんうん、それを相手の攻撃受け止めた、攻撃したその上でどっちが強いですからね、うん、まあそうね、お客さんを楽しませて、しかもあの体力何、あれ言っとくけど本当にあれしんどいですからね、あれ見ててもわかるぜ、プロレスは皆さん、だって俺なんかもバスケットしてて、パワーフォワードやってたからわかるけどさ、パワーフォワードなんてもうパワーフォワードセンターなんてゴール下でのなんていうの力づくなんですよ、うん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 、ポジション争いうんぬんかの相当体力奪われるからね、あれ、うん、本当にポジション取りでね、うん、うん、いやプロレスでいうと、まあんまりいろんな人僕知ってるわけじゃないんですけど、一、うん、人だけこの人本当にみんなが見て、うんうん、全くプロレス知らない人が見てこれすごいって思うのは、一、うん、人岡田和親っていう選手がいるんですけど、ほうほうほう、この人相手がポールに座らせるじゃないですか、うん、角のね、はいはい、角の、うん、でポールでも 1m50 あるでしょ、ほうほう、あるね、であそこの上に人を乗せるでしょ、うんうん、その段階で相手の胸の位置って 1m80 とかそのぐらいになるじゃないですか、まあ、そう、もうちょっとなるかな、そこに垂直跳びでドロップキックしますから、いや本当に自分の体を180度真横にしてドロップキックしますからね、あの人、うん、そんな肉体を作り上げてますからプロレスラーって、うん、すごいよね、まずそれをねやらせっていう一言で片付けるのはねちょっとナンセンスですよ、だから競技が違うんですよ、要はそうそうそう K1 とか総合格闘技とかっていうなんていうの倒すっていう競技とは全く別物だから、別物なんです、それをごっちゃごっちゃにチャンプルするからまずいんだよって、そうそれぞれで食ったらうまいばよ、醤油かけて、そうまあ調味料は任せますけど、まあ、そうなんですよ、調味料はブルーレイか DVD かの録画のあれでいいじゃないですかもう全然意味がわからん全然意味がわからん、マジで映像が綺麗か綺麗じゃないか、まあ普通かでいいじゃないですか、でプロレスラーも50、60までやってる人いますから、今年去年あれ引退したでしょ、誰、長州力が、あ、長州力、違う長州力じゃないでしょ、長州力じゃない、だ名前の誰、名前忘れた、だ超ベテランですよ、最近はバラエティにもよく出てますけど、あ、名前忘れた、誰かな、長野じゃなくて、いや違う
こんだけプロレスのこと言っときながら選手の名前が出てこないっていう、そう出てこないですね。いや詳しくはないんですよ。俺はだからあんまり分からないんですよ。でもルール自体見るのはめちゃめちゃ楽しいですよね。見るのはまあ、うん、見ますけど、見るのはすっごい楽しいんですよ。だからこの間ガハハでゲストに来てたんですよ、女子プロの方が。おー、たくまさんがもう一個やってる番組ね。そう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 、はい、来てて、沖縄で初めて女子プロやるって言って、隣のカデナのアリーナでっていうことで、でそれでガハに告知で出るっていうことで、でそれであの時ぐらいから 本格的に夜中やってるじゃないですか。はいはい、やってますね。やってるね、うんうんうん、だからだから見方がどん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 変わっていって、うん、だって普通さ、スポーツ、野球でもサッカーでもバスケでも何でもそうなんだけど、うん、普通は怪我しないようにってコンディション整えるのに、うん、プロレスだけですよ、怪我させるの。ほんとそう、ほんとそうよ。リングに出てから椅子で殴るってないですからね。あれ本当にパイプ椅子で本当に殴ってますからね。なあ、有刺鉄線でロープ張るとかさ。ああ、大仁田敦がやってた。大仁田敦がやったでしょ。うん、あれだからテレビ界では揉めたらしいね。ああ、チーゴーゴーいっぱい見せるから。今っていうかあの時代も含めてテレビ界はチーム見せたらダメなんですよ、はいはいはい、だからほとんど収録なんですよね、うんうんうん、でだからもう話でもダメなんですよ。うん、本当に本当に、なんていうの、たまたまこの転んですり傷やりましたっていうのも映さないんですよ。へー、見たことないでしょテレビで。ないですね。でも絶対芸能人っていうか、まあ、特に芸人さんは絶対あるはずなんですよ。うん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 、これは多分ね決まりだと思うんです、 BPO の。おそらくだから格闘技以外はねっていう話。はいはいはい、うん、格闘技はね格闘技で地位見せたらダメって言われたらもう、そうだね、もう1ラウンド目の10秒ぐらいで終わるんじゃないですか、うん、格闘じゃなくなるよね、うん、睨み合い。そうですよね。だからそう面白いけどね、だからいろ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 格闘スポーツはねやっぱいろんなものをちょっと興味がなくても少し見てみたら意外と面白いんですよね、うんうんうん、意外と。そう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 、だからまあごめんなさい、僕あんまりフィギュアスケート興味ないんですよ。ああなるほどね。正直言うと、うんうんうん、よく分からないっていうのが一番なんですけど、はいはい、でもそれでもやっぱ見てみたら面白いよね。面白いんですよね。この音楽のどの場面でターンするとか、うんうん、どの場面でどういう演技をしてそれが芸術展に取り込まれてるとかっていうのを見始めたら、うん、あ、意外と面白いなフィギュアって思い始めたんです。そうね、だから僕最近なんですけど、あれだから絶対解説つかないといかないよね、うん、あだってループとかトーループとかトリプルアクセルとかいろいろあるじゃないですか、うん、多分あれ解説なかったら何が何だか分からないよ、ね、分からないですよね。回って転んだ、はは、みたいな。そんな回って転んで成功、おお、みたいな。そんなトリプルアクセルからのトーループみたいな感じで言うじゃないですか。三連ジャンプとかね。あれダブルトーループ、ダブルトーループ、トリプルなんじゃらとか、ね、そう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 。連発で言うじゃないですか。あれ数えてるんですか。あれ何なんですかね、分かんない。あれとは体操ですよ。ああ。まあ、どんな気に塗るばって話じゃないですか。でしかもほら日本の名前あれなんだっけ、石井、はいはい、石井さとし石井さとし、あの格闘技の、違う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 、日本ダイソーの石井だったか、分からん、あの技の名前、白井技の名前になったでしょ、うん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 、で、はい、あれ専門家が見てもビデオ判定するそうですよ。何回転だったんだろうっていう、ちゃんとだから、いや宣言は何回転半なのか分からんけれど、それ宣言をして、でそれで成功するかどうかっていうのを一回だから競技でやって、でその後ビデオスロー再生して専門家が見るぐらい、専門家がスロー再生したら誰か一般が分かるか。確かにね、もうすごいでいいじゃない。もうそう、本当そうよ。ほんとそう。
だから芸術系シンクロもそうなんですけど、うん、芸術系って基本的にやっぱり審査員がいないとわからない、わからない、解説者がいないとそうわからない。であれなんで減点方式なんですか。ああれ減点方式なんですか。減点方式、全部減点方式。あそうなんだ。か加点方式じゃない。だから競技は加点方式で、加点ですよね、全部、うん、でも今日あのなんていうの、フィギュアスケートも含めてそうなんだけど、減点方式の、あフィギュアスケートは違うか、あの体操は減点方式なんですよ。へー、減点の対象になりますねっていうさ。あーなるほど、うん、言うでしょ。はい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 、うん、ちょっと何もしなければ10点満点なんですよ。もう何もしなかったら0点ですよ。そ全部減点ですよ、うん、そんなこと言って。だからお俺と羽生は多分俺が強いんですよ、何もしないから。殺されますよ、たくまさん。知りませんよ、本当に。俺フォローしないですからね、うん、俺だからシンクロやっても俺が勝つんですよ、何もしないから。あるかや。覚えれるだけで減点なんでしょ。だから飛び込みとかもそうじゃないですか。だからあれ減点はだから俺違うと思うんだけどな。でもやっぱ加点方式にすると問題があるから減点方式にしてるってことなんじゃないですか。あれなんです、肩を持つからなんですか。あでも減点も一緒じゃないか。減点も一緒ですよね、そんなだったら。でもあれですよね、フィギュアで今まで歌詞がある音楽が使っちゃいけないっていうのは、その歌詞の意味が分かる、うん、その言語を操れる人が審査員にいた場合、ああそうなの、そうそうそう、そういうのが関わってきちゃうから、うん、今までダメだったらしいですよね。でももうこれからは OK、 あ今 OK になったもんね、今 OK になってますよね、うんうんうん、っていう理由があるらしいですよ。そういう理由はあるんだ。そう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 、あちゃんと理由あるんだね。うん、やっぱあるらしいですよ。まあもちろんね、理由なくするのはやっぱいかんですよ、うん、ということでちょっとツイッター見てみましょう、はい、だいぶ長い時間ツイッターほったらかしにしてたので、はい、リンリンさん、たくまさん、のぞむさん、明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね。サンジジャーに間に合った、はい、あ、サンジジャーの時間になるね。本当だね。本当ですよ。今日はあれですよ、本当に特別ですよ、一曲も流してない。そう。俺一応今日いくつか考えてきたんですよ、でも流していない。シュプリームさん、はい、ラグビーボール関連で、おおラグビーボールの話、たくまさんがラグビーボールはボールじゃないと言い放っていた、はいはい、あの関連、うん、そういえば箱根駅伝往路5区を力走した東洋大の五郎谷選手を実況アナが何度も五郎丸五郎丸と絶叫してたなっていう。人違いじゃないですか。絶対ダメでしょ。ダメですよ、絶対ダメでしょ。一応言っておきますけど、世界、これ世界共通なんですよ。人の名前を間違えるのは超失礼ですよ。本当に。いや、そりゃそうでしょうよ。いや、日本語はさ、日本人だったらもう外国人もしょうがないかなって、L と R 使えないしだったら、あれですけど、ネイティブが L と R 間違ったらもう失礼ですからね。外国でも。ああ、そうか。うん。だから、ランディでも日本語ではどっちもランディ R やるわ。うんうん。うん。なんだけど、やっぱりネイティブの人が L なのか R なのか間違ったらやっぱり失礼って。なりますからね。これ世界万国共通ですよ、これ。本当に本当に。名前はしっかりしよう。っていうかアナウンサーが間違えるなよ。すごいですね。アナウンサーが間違えるってまあまあな、まあまあなミスですけど。うん、これあのめっちゃ怒られたと思うよ。ですよね。多分ね、うん。選手の名前を間違えるなんて。どこのアナウンサーなんですかね。で曲はアナだと思いますけど。多分曲はアナだと思うんですけどね。さあ、サンジジャーです。はい。サンジジャー1月3日、はい、年末最後の放送からサンジジャーにテーマソングがつきましたので、うん、はい、いきましょうか、うん、ちょっと待ってください、準備をさせてください。はい、サンジジャー、おや、今回からこのテーマ曲に決まりました。サンジジャーのコーナーです。はい、ということで、さあサンジジャーのコーナーです。はい、サンジジャーのコーナーでございます。さあ今日は何を作ってくれるのかな。作らうわ。食べるわ。うん、1分あたりぐらいでじゃあ作ってやるのをここに。ね、あれはあらかじめ煮たものを、はい、あれ大人の事情ですから、ここで5分煮込みますって言って煮込んだものをさあこちらへってきますからね、はい、4秒出てきますね。はい、あのこっちはあのあらかじめ作られたものを買ってきて食べます。食べる、はい、はい、今日はですね、うん、もう茶谷町といえばやっぱりこれだけ、ここだね、はい、
もう言われてますね。ずっとこれをいろんな人からこれを買ってきなさい買ってきなさいと散々言われました。アメリカンアメリカン、いいですね、はい、ここのパイは最高ですよ、はい、ミセスマーコの手作りパイの店。そうそうそう、俺が行った時3人ぐらいオーバハンがいたんですけど、おうおうおう、あのオーバハン誰がミセスマーコなのか俺未だに分かっていないんですが。何ミセスマーコ、ミセスマーコ、あ、ミセスマーコ、ミセスマーコ、あ、あれ、ミセスマーコって何、ちょっと待って、何これ、何よ何これ、ねねねね、僕が買ってきたのは、うん、何ですか、あの、うん、ちょっとしたなんて言うんですかね、あーはいはいはい、これなんて言うんですかこれは、はいはいはい、シーミーの大きい版レモン、レモン、わかる、沖縄の人わかる、わかるから、あのシーミーの黄色に包まれた、黄色に包まれた、あのレモンパイみたいな、レモンパイみたいなやつ、最近消費税上がってちょっとちっちゃくなったやつね、のでかいやつ、大きい版、あの6個入りということで、はい、ウッチンレモン、レモン、チョコ、ああ、チョコありますね、2個ずつかける3、間違えた、あ、そうそうそう、2個ずつの計6個、6個入り、うん、はい、を買ってきました。ここのね、全部手作りなんですよ。あ、そうなんですか、ここ書いてあるじゃないですか、手作りパイの店、あ、そう、パイも何でも全部手作りなんですよ、うん、どっかで作ったもの持ってきてこっちで販売じゃなくて、いやいや、もちろんそうなんだけど、もうあの自分たちのお店のもの、ああ、そっかそっかそっか、はいはい、そう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 。で、じゃあどれいく？シミ？僕じゃあシミ。シミいく、うん。はい。レモンで。食べますよ今から。じゃあ今から。食べます？俺はチョコ。食べる？いらない？チョコ食べます。一応今6個あって2人しかいないから、1個だったらあげるよ。食べる？食べる。食べる。今じゃあこの番組で全国放送してんの今。何がいいかな？マジで。チョコと。に君らの話を今思いっきり放送に乗っけてんのよ。サテライトスタジオな、え、日本語通じるよね、大丈夫だよね、日本人だよね。オッケーオッケーオッケー。じゃあウッチン、え、何食べましたっけ、チョコ、チョコ、じゃあウッチンレモンとレモンとチョコ、いや別に俺なんかはほらレモンとチョコとこれあればいいから3つあげてるんや、あ、もう3つあげる、あ、3つあげる、あ、じゃあ行きましょうか今、あ、いいよ、じゃあのぞむ行くから、食べて、なんか後ろにいる姉ちゃんもいるんですよ2人、あ、本当、うん、じゃあいらないこれいる、これね、君は食べるね、君は食べる、食べる、チャタンにあるアメリカン、アメリカンっていう、いらないね、パイ屋さんなんですよ、うん、でここのお店のパイとこういうまんじゅうじゃないけどね、これ なんつったらいいんだろうな、お菓子、おか、うん、じゃあこれめっちゃうまいはずよ、ねこっちに行ったらさ出入り口があるわけ、ちょっとあそこに取りに来てもらっていい、ここ俺今外、そうそう、左側の、そう、簡単に出れないから、うん、じゃあちょっといいよ、繋いでサテライト、じゃあちょっと上げていきましょうね、あ、どうぞどうぞ、じゃあ俺その間にツイッター上げながら、そうね、もういいんじゃない食べといて今日はねこういう感じで外にいる聞いてくださっている方と、はい、いろいろこのやり取りをしながらね、あ、ね、お菓子あげるので、とりあえず俺はツイッターにあげようと思ってるんですが、なかなかツイッターがね起動しないというね、あれだな、多いんだな、で今からツイッターにアップしますけども、これねアメリカンアメリカンって言って那覇から名護向けに58号線沿いにあります。で茶谷に入っていきまして国体道路手前になりますね、左手の方にありますので、ぜひおやつそこでね買っていただいて、もう本当にめっちゃうまいですか、これ昔ながらのなんかこれもなんかやっぱり沖縄だなっていうふうにも思いますけどね、うん、いいと思いますよ、ぜひぜひ、じゃあとりあえずこの茶壇のことなら俺に聞けのツイートをはいあげたいと思います、今年一発目のサンディジャーですね、でこれを上げていきたいと思います、でよいしょ、じゃあ上げます、 OK、 今上げた親子なんですけど、うん、大阪から2泊3日で今日こっちに来た、そうなんだ、大阪から大阪から来たみたいですよ、見てごらん、大阪から半袖だぜおいどんだけ沖縄暑いわと思ってるんだろ、昨日もうちょっと寒いんだよ本当は、びっくりしたでしょ昨日、車の温度計見たら28度だったんですよ、びっくり、1月2日ですよ
本当に一応普段は20度ちゃんと切りますからね。そう、普段はだから多分おそらく普段は大阪でたこ焼き食ってハフハフしてあったかいって言ってるわけなんですよ。沖縄から見てみこれみたいな。ぜひぜひぜひ、はい、ありがとうございました。楽しんでください。いいですね。いやびっくりしました。いいですね。どっから来たのって言ったら大阪です。大阪から。まあ、良かったですね。あ、よかったよ。まあ、せっかく沖縄来た雨降ってどこにも行けないっていう。っていうよりはね、ね、こう、こういう風な感じで楽しんで。思い出作りでね。ええ、あの、これでラジオ聞いてくれたらすごく嬉しいんですけど。そうそうそう、ありがとうございます。本当。はい。いただきます。じゃあ、チョコ。チョコ。たくまさん。いただきます。はい。うん。あ、間違いない。食べたらある。コーヒー合うでしょ、これ。これコーヒー。コーヒーですよね。多分ね、俺これ全部コーヒーだと思う。俺の感覚。じゃあ、俺レモンいっていいですか。うん、もしかしたらこっちがお茶かもしれん。あ、なるほどね。うちんレモンね。うちんレモン。うちんレモン、うちん茶合うんじゃないですか。わからんけど。じゃあレモンいただきます。うん。うん。うわ。あ、うまわ。うまわ。うん。間違いない。ねえね、間違いないでしょ、これ。うん。うん。いいっすね。この、アメリカンの、これね、しつこくないね。なんていうの？そうですね。軽い。うんうん。うん、うんうんうん。じゃあ、たくまさんもレモン。うん、レモン。そのまま、俺、そのままちょっと食べちゃったんです。あ、いいよ。じゃあ、俺、チョコレート。うん、あ、いいね。柔らかい、チョコの方が。うん、あ、そうなの？うん。あ、ちゃんと作り方書いてるんだ。要するに。チョコ柔らかい、生地が、ふかふか。お菓子それぞれ、なんていうの、美味しく、ちゃんと作ってるんだな。うん。全部なんていうの、流れ作業じゃなくてこれにチョコやっとけ、レモンやっとけとか、うん、じゃないんだね、うん、これね。やっぱ生地にもちゃんとチョコの味入ってますね。そりゃお客さん来るわ。だってほらそっち中白いじゃないですか、うん、レモン味でしょ、これ全部茶色いから、うん、うん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 、あ、うまいうまいうまい。でね、うん、何なんでしょう、これは。これついてきたんですよ。パイじゃないですか、これ。パイ。あ、パイだ。どっかにタオって書いてない？チェスパイ。タオパイパイ。食べたらドドンパ出られるとか。あんまドラゴンボール見てないから俺分かんないですよ。うっさ、ドラゴンボール見てないの？実は見てないんですよ俺。どこまで覚えてんのじゃ。逆に言えばどっから覚えてんの？ぶっちゃけ言いますよ、うん、覚えてる情報は、うん、特にないです。特にないってどういうこと？亀仙人って知ってる？ああ、もちろんそういうのは知ってますよ。例えば、満月見たらゴリラになる、あ、猿になるんでしたっけ、巨大な。とか、悟空はスーパーサイヤ人4まで行けるとか、その辺ぐらいは知ってますけど、話の流れとかは覚えてないです。ラディッツって知ってる？名前だけ。へぇ、悟空の実の兄だよ。あ、そうなんですか？そうよ。何の話よ。サイヤ人。じゃあちょっと僕、チーズパイ、はい、いいですか？どうぞどうぞ。これ多分サービスなんですよ。お正月だからなのか6個入りを買ったからなのかはちょっと分かんないんですけど、あ、そう、今ここに来たから気づきました。あ、そうなんだ。入っていた。向こうで気づかなかった。入ってた。じゃあチーズパイ。 ある意味これ食テロだな。いきなり入っていた。いいねこれ。いきなことするな。アメリカアメリカ。写真撮ります。うん、撮ろう撮ろう。いやー、いきなことしてくれるじゃないですか。これで、うん、720円720円。安いんですよ。6個入りで620720、そのぐらいなので。 OK。 はい、うん、じゃあ、ね、あー間違いない。あ、うん、あのね、うん、やっぱ分かってるね。チーズ、あ、チーズというかケーキとかって、うん、甘すぎると一口目が分かる。もう甘く、甘だるだるして最後まで食べれないじゃないですか。分かる。最後まできっちり食べやすいように一口目の甘さを考えてる。あ、うん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 。ね？うん。最後までいけるでしょ、これ。いけるいける。分かってますよね。うん、これいいね。うまい。あ、これコーヒー合うね。ちょっとコーヒー飲みまーす。コーヒーも合うね。いやー、じゃあちょっとツイッター覗いてみましょうか。うん。うん、はいはいはい。行きましょう。うん。リンリンさん。はい。私の三次じゃ初詣に行ってもらった、福餅焼いて砂糖醤油に砂糖醤油でいただきますということ。いいね。あの白とピンクの餅があるじゃないですか。白とピンクの餅、うん、これ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 。ああ、うん、はい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 、福餅、はいはいはい、うん、あ、福餅っていうんだ。
で、これ、あいいね、焼いてから砂糖醤油最高じゃないですか。うん、あー、美味しそう。絶対うまいね。中身でもこれ、あんこ入ってませんでした？いや、多分、入ってないんじゃないかな。あ、そうなんだ。入ってるのと入ってないのがあるよね。まあ、周りに砂糖ついてますから甘いですよね。うんうんうん、うん、うん。いいっすね。シュプリームさん。サンジジャーでまさかのあの曲かっこ笑い。すいませんね。うちは風邪ひきさんばかりなので、うんうん、トローチ&のどあめって書いてありますね。ああ、なるほどね。さっきシュプリームさんもなんか風邪気味みたいな感じで書かれてましたね。うん、うんうんうん。知り合いから直接メッセージ入ったんですけど、うんうん、何何ちょっと待ってくださいね。おこれはきちんと読み上げた方がいいという私の判断。今ふと思ったんだけど、この番組は音楽番組、うん、それとも情報番組、うん、はたまたただのユンタク番組、うん、うん、どれなんですかね。どっちも当たってますよ。人によって違います。はい、受け取り方は受け取り方は人によって変わりますよ。そう。会ってたまるかそんなの。人によってだからどっちでもいいんですよ。これは何ですか。ウッチン&アンドレ。あ、ウッチン&アンドレも。これが一番好き。あ、もう軽い。ウッチン&アンドレモン最高。うん、うまいね。うんま。後からね、このレモンが、うん、そうそう、レモンが舌を打つね、味が。なるほどね。うんうんうん、はい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 。あ、これ美味しい。あ、美味しいね、これね。ウッチンってどうなんだろうと思ったけど。うん。もっとウッチン臭いんかなと思ったら。うんうん、うん。全然。美味しい。そんなことないね。うん。うん。あ、これいいな。いいっすね。これなんやかんや、なんていうか手元にあると食べちゃうやつですよね。そうそうそう。なんかちょっと、それこそサンジジャーにぴったりな感じですよね。ぴったりな感じ。いい。うん。いいっすね。うん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 。うん。非常に美味しいでございますよ。いやー、いいんじゃないですか今日のサンジジャーも。言っとくけど、このサンジジャー一回も外したことないよな。ありがとうございます。本当にありがとうございます。なんだこれって思ったことが一回もない。怖えな俺。いやいや、本当に本当に。でも本当にだから、それだけ茶炭町は美味しいお店揃ってるんだよ。本当にマジで。多分ね、これはね、うちなんちょ知ってんだよ。そう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 。アメリカはうちなんちは知ってるんで。知ってる知ってる。なかなか観光客の方は知らないと思いますけど、あのラジオ聞いてる方行ってみてください。58号線沿いにありますから。あの今日ね、例えばあの今から北部行くよって言うんだったら、一回こっちから58号線出てずっと左に見といてごらん。あのアメリカンっていうお店ありますので。あ、ゴーパチ沿いにあるんですか。ゴーパチ沿いでしょ。え、ゴーパチ沿いだよ。俺買いに行ったの、ちょっと中に入ったんですよ。どこの方に行ったの。俺ちょっと見ていいですか。お前港の方行ってやったの。港の方に行きました。違う、ゴーパチ沿いにある。あ、そうなんだ、うん、港の方にもあるよ。奥にある、ある、ある、奥にある。あ、すごい、ファミリーマート。だってゴーパチ沿いの国体道路の手前、ファミリーマート隣ですよ。はい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 、はい、昔の東洋飯店の向かいですよ。いやいや、昔東洋飯店があった場所の向かい。今のじゃないよ。わかるけど、わかるけど、昔の東洋飯店、わかるのかなと思って、みんな。東洋飯店、茶壇の人しかわかんない。まあまあいや、どうしましょう。じゃあ一応、住所読み上げます。あ、いやいや、読み上げて、読み上げて。メモの用意いいですか。まあ、後からちょっとね、ツイッターで写メじゃ載せますけど、うん、茶壇店、僕が買いに行った港にある茶壇店なんですけど、はい、沖縄県茶壇町あざ港、うん、はい、8-20。うん、沖縄県茶壇町あざ港8-20、はい、続いて今言った豪髪沿いですかね、うんうん、沖縄県茶壇町あざ三浜、はい、3-6-6、うん、沖縄県茶壇町あざ三浜3-6-6。今アメリカ、アメリカの住所言ってますね、うん、アメリカ、アメリカの住所言ってますね。でもう一個がですね、うるま市にもあるんですよ。あ、うるま市にもあるんだ。うるま市高安にもあって、ちょっと読んでいいですか。ごめんなさ い, い, いよ、はい、沖縄県うるま市高安、うん、597-9。もう一回いきます、はい、沖縄県うるま市高安、うん、597-9。はい、はい、以上でございます。アメリカ、まあ、ちょっと後で、はい、ツイッター載せますので。なるほどね。これあれだね、あのうるま市は知らんかったな。俺もうるま市知りませんでした。うん。アルファウィングさん、はい、
新年最初のうちのサンジジャーです。まさかのスナック菓子っていうことで、うん、25周年アニバーサリーポリンキーっていう小池屋の、ああ、何これ初めて見た。ポリンキー、ポリンキーは知ってるけど、これはでも食べたことないな。ポリンキーって初めて聞いた。あの三角形になってるやつですよね。へえ、そんなお菓子あるんだ。お菓子はいっぱいあるからね今本当に。このお菓子の中でもさ、これどっちかといったら和菓子系だよね。うんうん、うん、どっちかといったら、うんうん、でもあのスナック系となんだっけ、シミチョコみたいな、ああいうのなんて言うんだっけ、あのあちょっと甘い、あの なんていうの、カールじゃないけど、カールカールじゃない、あのあれあれあれ、あの種類をなんて言うんだっけ、分からん。あのシミチョコって分かる？シミチョコ、シミチョコっていうお菓子。分からん。分からん、うん、まあコンビニでも売ってるんですけど、あれそれぞれでさ、なんて言うんだろう、勝手な俺のあれですよ、あの思い込みというか、うん、夜食べるのはポテトチップスなんですよ、うん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 、昼食べるのはチョコレート系なんですよこういう和菓子とか、うん、こういうの、うんうんうん、ポテトチップス もちろん、まあ、食べてもいいんだけど、うん、勝手な俺の中でライン引いてるんですよポテトチップスはジャック・バウアーを見ながら食べる枯れてきたけどまだ2話までしか見てないやつさそういう見ないとな、まだ2時間しか経ってない、2時間しか経ってないもうしょっちゅう見てるもんですけどねあれだね、これはもう見ないといかんね。シュプリームさん、はい、サンジジャーマップ作ってほしいなってきてますね。サンジジャー、ああ、俺なんかが今まで出したやつの、うん、マップ。マップ。いいですねこれ。うん、いいね。いいけど覚えてますたくまさん。俺はポップコーンしか覚えてないの。もうお願いよ。でも俺もね、第1回からちゃんと覚えてるかって言われたら微妙なんですよね。だこっから作るかじゃ。行くでしょどうせ今まで。アメリカ、アメリカンから作っていきます。だから今日だ、2016の一発目がこれだから、アメリカ、アメリカンだから、そう1年間かけて、うん、だからやって、だから2017年あたりぐらいに。たくまさん、この今たくまさんの目の前にあるパソコンで、うん、Excel って入ってないんですか。入ってるけどね、これ多分ね立ち上がらんな死に重い。これ使えるんだったらこれでなんか表を作ってね、まあうんっていうのもあるだし、だからマップ自体ほら、Google マップから、うん、そういうお店をピンにして、はいはいはい、はい、うん、置いていってね、ピンにして、でそれをそのまんまあのスクショみたいな、みたいなスクリーンショットっていう形でもできると思うんです。いいですね。うんうんうん、確かに確かに、いいと思うね。はいはいはい。ということで、うん、こっから始めてもいいんじゃないですか。だからじゃあアメリカ、うん、アメリカンからスタートしましょうか。してみるかじゃあ2016年。うん、でもちょくちょくつぶやいててくださいよ忘れますからその通りその通りでございます、うん、鳥頭の2人がやっておりますので本当ね、はい、ということで、はい、今日ご紹介しましたのは、北谷町にありますアメリカン、アメリカンの、うん、これはなんてお菓子なんですかね。これはなんだろうね、まあ、パイではないですが、まあ、お菓子を、パイのお店のお菓子ね、はい、ご紹介いたしました、うん、はい、ぜひぜひ行ってみてください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ということで一発目の曲いく。ちょっと曲かけましょうか。そうだね、うん、でね、一発目の曲どうしようか悩んだんですよ僕やっぱり。なに、お正月らしい曲にするか。映るんですの曲かける、今度キューピー3分クッキングあたりから映ったらテレビ CM 固めてね、うん、そうそう、で悩富士フイルムでもいいよ五郎丸で悩んだんですがですね、まあまあまあ、このもう独断と偏見でも私が任されてますので、ここなあどうぞ、いいですよ何を今日は、少々お待ちください。一発目ですからね。ですね、まあ、任されているわけなんですが、実はおととい1月1日僕がですね、お1日、はい、ふと、まあ、各楽器のこの引き染め、うん、引き始めをやったわけですよ、楽器のね、うんうん、でピアノをふと弾こうと、ほうで家でピアノ弾いてたわけなんですが、うん、じゃ今年最初に弾くピアノ何にしようかなと思った時にふと思い立って、うん、今から流す曲を、
まあ、ミスター・チルドレンなんですけど、はいはい、好きだからっていうのもあって、ふと弾こうと思って、必死に練習してイントロをまあ弾いたわけなんですね。はいはいはい、ほいで、今日こっちに来る途中、うん、どうせなら、過去に1月1日の元日に発売された曲を流そうじゃないかと。なるほど。すると、その弾き始めの時の曲がヒットしたわけなんですよ。へー。だから、あ、何かあるなと、これは。なるほどね。自分も弾きたいと思った。そして1年の初めに弾いた。1月1日に弾きました。うん、そのシングルは1月1日に、うん、2000年の1月1日だったかな ?2001 年だったかな、うんうん、に発売された CD だそうです。はい。はい、行きましょう。行きましょう。ミスター・チルドレン。お。君が好きです。
はい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 、はい、いや雨が強くなってきましてね。そうですね、うん、1月の3日でかなり人はでも多いですね、うん、あの今出口車出口待ちしてるぐらいですから。あ本当に、うんうんうん、車がね、見えないな。そうそうそう、だから結構やっぱり人は茶壇の方に遊びに来てますね。年末の放送でね、はいはいはい、なんか面白いメッセージを集めて一番面白いメッセージを書いてきてくれた人にお年玉プレゼントって言って、はいはいはい、メールアドレス企画立てたんですけど、うん、メールが0通という。俺あの1回しか言ってないからねそうで、なんならこっちのツイッターとかのメッセージにも届いてないので、まあ、今回はキャリーオーバーということで。キャリーオーバーするしましょうか。キャリーオーバーで8億円で望むの財布から。嘘でしょ嘘でしょ働かんわしたら俺そんなになったら。そうね、嫌やわ。8億持ってて働くってもう嫌やわ絶対。8億持ってたらどうなの。でももうあれ年末ジャンボは当選番号は出たのかな。出てるな。なんか出てる出てる。フェイスブックか何かで回ってきましたよ。何が当たっちゃったっていう人の画像。あ、そう、本当に？そう。へえ。あ、いるんだ。でもあれって一人じゃないですよね、多分。いや、一人じゃない、一人じゃない。1億当たる、ああ、1等当たる人って。数十名。いますよね。いますね。うん。だから、今回は数十名だと思う。うんうん、うん。だ前も言ったけど、その3年か4年前ぐらいは、140名ぐらい。が、3億。1等。うんうんうん、当たるっていうような。前後賞合わせて3億だったかな、その時。うんうんうん。うん、で、まあ、百何十名が大金持ちみたいなことを PR してて、で、購買意欲をっていうような形だったと思うんですけども。前も言いました、聞きましたけど、宝くじって税金入る、かかるんでしたっけ？いや、非課税です。非課税。うん。じゃあもう3億当たったら3億まんまこっちに入ってまるまる、うん。あの、税金引かれません。だから魅力的ではあるんです。夢があるね、宝くじ。宝くじ当たったら、あの、税金対策うんぬんかんぬんはもう、ないんですよ。あとは人を信じる心さえあればってことですね。そう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 。ただあれですよ、人にあげちゃダメですよ。あ、例えば10億当たりました、子供に1億って、贈与税払わんといかんからね。あー、そうか。うん、この辺は間違わないでくださいよ、本当に。贈与税とか相続税とかさ、うん、なんでいちいち人にお金あげるのに国が税金取るのって思っちゃいますけど ね、 ね、ごめんですけど、変な税金も多いんですよ。うん、なんでこれを税金にするの。俺もずっと理解できないのが車の重量税。なんだ、はいはい、重ければ重いほどお金を取られるってどういうことと思って。意味がわからんと思いますよねでそうそう、意味が、消費税はわかる、うん、消費した分に対して要は税金をかけるっていうのはわかるんですよ。でそれで国の 収益を得るっていうラインは理解はできるんですね、うん、でも重量税だけ俺全く理解ができない。あ、だからこの辺はね、やっぱりだから僕前も言ったけどね、こういうのもね、ちゃんとね、税金払ってないやつがいるからこんなことになるんですよ本当に。いや、税金払うのは日本国民であれば当たり前だし、うん、でもしなんていうの、税金が嫌いだからって言って払わんやつも国から出ていった方がいいんじゃないかなと思うぐらい。だから僕もなんでこんな税金あるのって言いつつも払ってるんですよ、ちゃんと。あ、そう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 。払ってるからこそ文句を言える権利を有してるとも思うし、でまた日本国民現時点でどういう意見があろうとも日本義務です。国内に生きてる限り日本国憲法の中で生きてますから、うん、どんなに文句があろうともね、義務です。仮に日本国憲法を改定したいっていう思想を持っていたとしてもですよ。そうそうそう。それでも現時点では日本国憲法の中で生きないといけなくて、うん、その日本国憲法で納税の義務っていうのがもうあるわけですから。絶対あるわけですから、どんな考えをしていようと、うん、ちゃんとその生き方に従わないといけないんですよ。だからもう払えって言ったよ今日マジでこればっかりは何回考えても腹立ってくる。払わないやつがのうのうと生きてるなんてムカついてしゃあない本当に。いや、だから前も言いましたけど、相当な金額になる らしいですからね。うん、あ、何百億か何千億か分からない、まあ、何百億だとしてもさ、年間何百億浮くわけですから、うんうん、浮くというか、うん、なんか取り切れてないというかさ、はいはいはい、あ、でそういうのもやっぱり義務だから、やらなく
ちゃいけないって言って、その義務に対してもなんだかんだもちろん言うけど言ってもしゃあないじゃない、うん、正直、うんうん、だからこういうのもね、ちゃんと払ってるやつがいればこういうなんかわけのわからん税金なんてないと思うんですよ、うん、あだからまあそういうのに文句を言うために、あの選挙、まあね、基本的にはそういう選挙っていうのがあるわけですから、そう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 、まあ、民主主義ですからね日本は。そうそうそう、だから選挙を通して何か意見があるならその同じ意見の人に投票してくださいっていうような形になるわけですからね、まあ本来の一応システムとしては、うんうん、まあそこにまたいろんな政治的思想がちょっと加わってくると、ちょっと、まあ、加わるとね、だからまあ正直民主主義自体が中途半端だからねうん、あのシステム、日本、まあ日本もそうなのか、民主主義っていうそのシステム自体は中途半端だからね、うん、だから、うん、まあその辺はまあちょっとかといって俺は難しいけれども、うんうん、民主主義の方がいいと思うんだけどね、うん、でそれはもちろんそうですよ、やっぱり、うん、国民が最後決めるっていうのが、そう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 、もちろんいいに越したことはないんですけれども、まあ、まあまあまあ、まあ、基本的に多数決ってなってね、うん、はい、そういう風になってますので、本当税金払いって感じマジで腹立ってくる。なんか急に国税庁の人間が入ってきたかのようなマジでもう片っ端からもうしょっぴいてほしいね、払ってないやつ。重量税の話で、シュプリームさんが、うん、人間の体重に重量税をかけられたら僕はやばいかも。って書いてあるんですけど、でもこれ本当にちょっとあれですよね、どっかの国でありますよね、あるのかな、健康促進するとか、国じゃない州かな、健康促進のために、うん、アメリカか、うん、いや税、ああなんか聞いたこと、ちょろっとだけ聞いたことあるな、ちょろっと聞いたことあるぐらいなんですけど、あるな、体重が重くなるとなんか、うん、その分税金も高くなる、税金も高くなっちゃうみたいな、だからまあ痩せなさいっていう、健康を維持しなさい、うんうんうん、まあでも日本も出してるんですよ、健康日本21っていうことで、もう何年前だ、10年前ぐらいに、うん、あのだから21世紀になって、で結局保険料はもう上がるってもう絶対言われてるんですよ、多分俺なんかが60、70ぐらいになったらおそらくなんですけど、うん、あの国民負担5割以上になると思いますよ、今3割でしょ、うんうんうん、でそってなると思いますよ、だってもう少子化でさ、で国はそのなんていうの、収入し自体が収入と支出のバランスがもう成り立ってないから、成り立ってないからさ、からシステムをどこかで変えないといけないっていうのは、うん、もちろんあるわけですよね、そうそうそう、だから、それ自体、アメリカっていうのはその保険会社に全部頼るんですよ、すべての保険会社、うん、その一般企業ですよ、もう、うん、だから例えば、なんか大きい病気になりました、入院費がかかりますって言ったら、普通の保険、一般企業の保険会社から降りてくるっていうような、はいはいはい、はい、もうシステムが確立されているんですよ、はいはいはい、でそれを今追っかけてるんですよ日本が、うん、だからほら、なんだサプリメントブームが来て、で廃ることがないでしょサプリメント、そう、まあアメリカなんてもう当たり前ですからね、補助食品なんていうのは、だから昔はほらサプリメントってカプセルになったものを全てサプリメントって言ってましたけど、今違いますからね、うん、あの飲み物でも補助食品であればサプリメントですから、うんうん、だからそういったものを自分で健康を維持しなきゃならないっていうのを国が動いたんですよ、うん、健康日本21っていうのを掲げて、でそれから自分の健康を自分で維持していく、うん、だから成人病という言葉はなくしたんですよ、うん、今成人病じゃないですよね、うんうん、だからあれは成人病って言ったら成人がかかる病気みたいな感じにとらわれてしまうから、うん、だからあれもう名前を改正したんですよ、病気の名前を、生活習慣病、生活習慣病、ああれのことか、だから結局は自分の生活が悪いから引き起こした病気だろって、うん、国からしたらなんでわったか金払わんといかんばっていう話なんですよ、なるほどね、いやでも言いたいことでも分かるよね、うん、だってその人の習慣でさ、うん、勝手に病気起こして、でそれで病院行って医療費10割、うん、昔は10割だから、うん、でっていうのはまあ普通に考えたらありえないわな、うん、うん、ならもう今でももう医療費なんていうのはどんどん右肩上がりになってるから、で国民にその健康を維持してもらおうと、自分たちの健康を維持してもらおうという形で、
だからあの昔はあれだったよ、本当に10割負担、要するに病院費っていうのは全部国が払うような負担の時っていうのはもう病院はもうおじおばだらけ、要するに病気かかってないおじおばなんか来るわけですよ、うん、もう仕事終わって、要するに引退をして、うん、60歳になって引退をして、でそれで年金暮らしをしてし始めたおじおばなんかもう健康だけどもう暇だから、うん、主治医のところに遊びに来るわけですよ金かからんし、うんうん、そんなのばっかりだったらしいですけどね、うん、だからそういうのもやっぱり健康は自分でやっぱり維持していかないといけないし、でもあの太っててもいいと思うんですよ、俺も痩せてるわけじゃないから、うん、ならそれなりにあの なんて言うんだろう、自分の健康は自分で目で見て分かるぐらいね、うんうんうん、維持していくっていうその気持ちが大切なんじゃないかなとは思うんだけどね。ただまあ俺正月で2キロ太りましたけどね。マジで俺結構食べたけどあんまり太ってはないな。正月太るでしょ。もう結構食ったよ俺。食ったけどそこまでじゃないな沖縄の正月って、うん、まあ年越しそばはまあ食べるにしても食べるね。お正月あれ食べます？おせち料理。おせちってオードブルですよね。オードブルでなんていうんですか、お雑煮。お雑煮、あ一応終わったおかは作ってたよ。お雑煮。お雑煮。あそうなんだ。でも中身汁とか。そうそう、うち中身汁なんですよ。中身汁とかあの辺も。あと稲むずちのところもあるし。稲むずちのところもあるしね。割ったところは中身汁と二つ作る。へえ。だから中身とお雑煮よ。うん、お雑煮はもう朝食べるもの。中身汁はあの、うん、まあ昼から親戚同士が、あそうそう昼から3日の夜まで、はいはいはいそうそうなんですよ、ね、1月1日とかに親戚集まっていっぱい買ったら絶対余るから3日までそれ食べ続ける。3日まで食べる。3日まで食べる、うん、100% 食べ続ける。なうちもお昼そうでしたからね。だからでっかい本当に鍋にそうそうそう何十人分って作っておくんですよ、うん、でそれでほらそんななんていうの1週間も2週間もっていう形じゃなくなるから、うん、食べきれるからさ一応、うんうんうん、だからまあ3日分っていうような。でも美味しいんですよねまたね。美味しい美味しい本当に。美味しい全然。まあ中身汁って中身ってついちゃってるけど、まあ言うたらホルモンですよね。ホルモン、そう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 、うん、ホルモンスープ、うん、だからそういうと横文字にしたらうえってなるけど、ホルモンスープ本当に食べやすいんですよ。中身汁は、そうそうそう中身汁本当に食べやすい、あっさりしてる、うん、とっても。中に生姜入れるといいね。ああ美味しいですね。いいね。生姜とネギをこう散らしてね。ネギそう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 いいですね。ああ、うん、ちっちゃらかしてね。そう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 。万内散らかしてから。生姜入れすぎるともう生姜の味しかしないっていうね。そう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 、うん。そのぐらい薄味なんですよね。そう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 。だからあれはそのままこうあの生姜入れすぎたあの汁を一回鍋に戻すんですよ。そしたらあのなんか薄くなるから。薄くなる。でまたうちの。あのうちの知念家のこう中身汁だけなのか、うんまあ、他のところもそうなのか分かんないですけど、うん、椎茸が入ってるんで、うんうん、入ってます？入ってる入ってる入ってる。このうちの家系とか兄弟椎茸嫌いがむっちゃいて、な何が嫌なの椎茸の、うん、分からないんですよ。じゃあ俺は食べれるから全部の椎茸が俺のお茶碗に来るんですよだから椎茸のマウンテンが出来上がるんですよ俺の、ね、お椀の中に。でこの椎茸マウンテンになったら、うん、下のスープに浸からないでしょ。なるほど。空気にさらされた椎茸を俺は食べないといけなかったわけですよ。ある意味干し椎茸になりかけの椎茸を食べる。本当に本当にもう中身汁の椎茸じゃなくて椎茸の味をまんま俺は食してたわけですよ昔は、うん、まず椎茸は中身じゃないからね。そうなんですよねあれだけはそれ最後なのね。どっちかといったらもうおまけみたいなもんですからね。そうそうそう、だからそれが大量にうちに来るわけなので。あ、なるほどね。まあ、あれのおかげで椎茸食べれるようになったっていうのはありますけど。だから俺も、うん、友達にいるけど椎茸が、まあキノコがダメな人は結構いるんで。いますね。何がダメなのか分からないんですよ。うん、俺も分からないな。俺も割と食べれる方なので椎茸は。食感って言っても別にね、なんか悪いわけでもないし、やっぱり味とかああいう匂いとかなのかな。いや、あとさ、この匂いで思い出したんだけど、おなんか友達に、まあ、また嫁もそうなんだけど、あの出された料理を一回匂いしてから食べる人いるよね。あーいますね。あれはとんでもなく失礼なことやってるよね
あれはどういう感覚なんですかね。癖なんだって。別にあのなんていうの、腐ってるから腐ってるからとかっていう確認じゃないって、あれは。もうあのだから開けるさ、これ例えばお菓子開けるじゃないですか、一回で匂いしてから食べるって。それについての感想とか言わないんだ。別に言わない。例えば袋を開けた、で匂いした、あれデジいい匂いすんねって言って食べたら、それは多分失礼には値しないと思うんですよ。あ、うんうんうん、あデジいい匂いするさっつって、あだだだだ食べよう食べようっていうのは絶対俺失礼じゃないと思うんですよ。それは多分相手も喜ぶと思う。なるほどね。多分ね、いい香りがするし。そう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 、うん、それなくただパクって言っちゃうと、うん、は何この人って思われるんじゃねえかっていうのは確かに思います。確かに思う。でもアイスクリームでもやるんだよ。一週間しかもいつも食べてるやつついつも食ってるやつを毎回匂いしてて、な何よって思われないと思ってるのかな。どうなんですかね。いやあれはやろうがいいと思うよ。あんまり特に匂いとかはしないで食べる。で匂いの嗅ぎ方にもよると思うんですよ、はいはいはい、自分の顔から近づけて匂ったらなんかお前試してるなみたいな。ああボタン物を、はいはいはい、物を自分の鼻に近づける近づけて匂いするんだったらいいんだけど、だからこれが置かれてるもので自分の顔を近づけて匂いするって言ったら、なんか試してるなお前。はい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 。な言いたいことわかります。なんかわかる。なんかわかる。でしょ？うん。でも大体俺なんか友達もそうなんだけど、大体自分の顔から近づけていくんですよ。うん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 、うん。特に汁物なんて大体普通に置いてるじゃないですか。うん。うん、あんなのとかおかずとかでも。おかずとかに顔近づけて匂いして食べるんですよ。なんなんすかね、うん、どういう感覚、はい、俺もあんまり全然匂いしない、理解はできないんですけど、どうなんすか、ね、あれはあの行為は失礼に当たると思うんだけどな俺は。うん、うん、どうなんでしょうかね。香りを楽しむっていうのはなんかほらいろいろあるじゃないですか、うんうん、だからコーヒーとかでも香りを楽しむんだったらコーヒーを鼻に近づけるんだって、はいはいはい、だから置いてたコーヒーを顔を近づけたら絶対なんかこれなんか変なにの入れてないかなとかって思ってるだろうなって思ってるって思う結果思ってるんですよね。そう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 相手が思ってるんだなと思うっていうふうに思ってるわけですね。っていうのを亭主が思ってるだろうなっていうのも思うめんどくせえな本当に日本語って。いや確かにそうですね。うん、リンリンさん、はいはいはい、おせちのくだり、はい、うちはおせちと白味噌のお雑煮ですね、母親が作っています。 おせちでは数の子が大好きで、でもめっちゃ歯に詰まるかっこ悪いってことわかる。リンリンさんどちらの方でしょうか。じゃあ大阪。あ大阪大阪、うん、この歯に詰まるものランキングで出てくるよね数の子そうなんですか。歯に詰まるものランキング、そもそもそのランキング俺初めて聞いたんですけどいやいっぱいあるじゃないですか歯に詰まるものランキング。例えばサキイカ絶対詰まるマジであれ即答それ1位でしょこれ1位もうサキイカはもう あ1位じゃない、これはこれ2位ぐらいだな。なるほど。うん。1位はなんか思いついたんですか。パイン。あー。え1位はね、挟まったら腹立つやつ。ちょっと感情までこもるやつね。その後の。取りにくい繊維のやつ。なるほど、なるほど、はいはい、はい、うん。あのね、今イカで思い出した。うん、俺理解されないものが1個あるんですよ。何？あのね、タコは食べれるんですよ生で。またイカは食べれない。イカは食べれない。なんで？味がもう全然違うし、イカそれはそうで生き物が違うのに。イカも味がダメなんですよ。だからイカは甘いでしょ。タコもまあ甘いですけど。けど焼いたイカとかスルメイカとかはいけるんですよ。ゲソはゲソもいける。だから刺身と寿司はダメ。刺身と寿司はダメ。イカは生だとだけどホタルイカの生は食えるんですよ。意味がわからない。なんかね、もともとタコもダメだったんですよ。うん。タコとイカってほら、噛み切りにくいじゃないですか。うん、まあまあ、うん、うん。だからもういつまでもくちゃ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 しないといけないでしょ。うん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 、だからもともとタコもダメだったんですよ、僕は。うん、うんうん。けど、ある時からタコは噛み切れるようになったんで、ほうほう、タコは食べれるんですけど、
イカは未だに食べきれないんですよ俺。飲み込めない。飲み込めない。飲み込むタイミングがわからない。だからホルモンもあんまり好きじゃない。まあ、あれだ。あのホルモンとか、うちの嫁としたホルモンとかイカとか、うん、であと牛肉でもあるだろ。焼肉屋とかって言ったら、これかいつ飲み込むばっていう肉が出てきたみたいな。うん。あ、ちょっと苦手。あ、でも、に、焼けばある程度食えるので、うんうんうん、イカも焼いたら食べれる。焼きイカとか好きだし、は好きなんですよ、ね。生がちょっと苦手なんですよね。飲み込むタイミングがわからないっていうのはあると思うけど、俺はもう、あれなんかか、これかあんま噛み切りにくいなと思ったら、そのままもう、丸飲み。飲む。うん、ホルモンなんてだってそんなもんでしょ。まあね。だってあれ、ホルモンは、ホルモンの中に染みた、なんていうの、この汁を、うん、吸ったらあとは飲み込むだけですよ。味わったら飲み込むだけ。そう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 。確かに確かに。で、最近、この飲み込みにくいなって、最近よく噛み切りにくくなったなって感じたんですよ。昔よりも。うんうんうん、で、なんでだろうと、うん、でちょっと知覚過敏もあったんで、あ、僕は歯医者に行ったんですよ去年、うんうん、そしたら、まあ、去年の話も全然年末年始関係ない話なんですけど、うん、行ったら、あなた歯ぎしりしてますねと相当、うん、そうなんだ。で俺寝てる時歯ぎしりすごいんですよ。へー。自分ではもちろん気づかないですけど、うん、朝起きたらものすごく歯を食いしばってることがとっても多いんですよ。だから寝起き肩凝ってるとか首元が痛いとかはよくあって、顎も痛いとか、そう、顎痛いはちょこちょこあるんですよ。顎痛いって言うよね、歯ぎしりする人って。そう、ずっと力んでるから。あ、だから肩こりもすごいし、まあ2回目なんですけど、うん、今言ったの、うん、でだから寝てる間すごく歯ぎしりしてて、うん、普段の生活でも気づかんうちにやっぱり歯を食いしばってるから、どんどん歯が削れてきて、あ、なるほど、この歯の表面の凹凸がなくなってきてると。はあはあはあ、だから物が噛みづらくなってるんですよって言われたんですよ俺。だからそういうのがあるんだ。そう、寝る時のこのマウスピース5000円ぐらいで作れるから、うんうんうん、それ いつか作った方がいいですよって言われて、まあ、まだ作ってないんですけど、でもねこれ本当にそろそろ俺作らないと物が食べられなくなってしまう。逆にしたらは？カッチカチのマウスピースを買う。そしたら余計削れるじゃないですか。ちょ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 、食べ、起きてる間はそれをつけるんですよ、うん、それをつけて噛み砕くんですよ。寝てる時に取るんですよ。全然意味が分かる。いやいや、だから今もう平らになってるわけでしょ、はい、平らになってるから、もうでっこぼころのあのマウスピースを上下作ってもらって、ね、はいはいはい、でもカッチカチですよ、はい、もうそんじょそこらのカッチカチじゃないよ。ダイヤモンドみたいなやつ。もう何でも黒目でも割れるぐらいの雪がのカッチカチのマウスピースを起きてる間はそれをやってたのよ。やっといて、よし、歯を自分から削っていって、そう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 、トゲトゲにして、そう、寝るときは休ませる。いや、ね、寝るときは取る。逆パターンですよ。だからまあ無理ですね、うん、まあないですね。だってもうスレスレになったらもう生えてこないですからね、大人の歯は。ですよね、うん、そう、だから怖いんだよな俺、ちゃんと物を食べきれるか心配なんだよな。でもこれはちょっと気ぃつけないと本当に、うん、いつかマジで食べ物が食べられなくなってしまうっていう時が来そうなので、うん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 、ちょっと気ぃつけようと思ってるんですけど、うん、そうね、だからちょっと本当に歯ぎしりがひどい人とか、よく歯を食いしばってる人っていうのは、うん、ちょっとこの歯科歯医者に行ってマウスピースを作ってもらうっていう選択はした方がいいと思います。うん、なるほどね。俺今年中に作るつもりなので。ああ、でもまだ5000円ぐらいなんでしょ。そうそうそう、そこまで痛手ではないね。じゃあね、マウスピース自体はね、そんなに高くもないものなので、飲み会2回我慢すれば、そうね、ね、買えるものなので、そうそうそう、うんうん、うん、やっぱり自分の将来に関わってきますから。そうね、うん、まあ僕25なので、うん、よく25で例えば整体に行って体のメンテナンスをしてますとか、うんうんうん、よく病院に行って定期検査してますっていうと、うん、まだ若いのに、あんたなんで若いのにって言われるんですけど、違うんですよ。若いうちからやっとくことが長生きすることだったり、そう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 、自分の体を健康に保つ秘訣ですから。だからその自分の体を知るっていうのは年齢関係ないじゃん。関係ないんですよ。だから30、40になって病気になって初めて自分の体知った。遅いですからね。遅い。健康な時に自分の体を知っておいて、病気にならない体作りをすることが本当の健康作りですから、
そうですよ。本当にだから健康日本21のこれコンセプトですよ。本当に。あ、俺国の役人なのかな。そう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 。もうちょっと、ね、ちょっと税金安くしてもらって。だからよく本当に病院行きますって言うと、うん、まあ言い方悪いですけどバカにしてくるおじさんおばさんたちいるんですけど、そういう人たちは病気になってから苦しめばいいんです。だからそれはもうあのね、考え方を変えなきゃダメですよ。うん。本当に。そうですよ。病気になってからの病院じゃなくって。予防するための病院に切り替えていかないと。そうです。ああ、うん。だって自分も実費払うわけですからね。そうなんですよ。3割。うん、1万円だったら3000円を払うわけですから。うん、あ、だったらね、病気じゃない時に行って、ただ検査を受けて、そう。安い金額で済んだ方がいいじゃないですか。絶対。それが入院したら。入院したり、手術なんてやったらさ。保険に入ってるから大丈夫なんて思わないで。そう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 。保険に入ってるからこそ万が一がある。そう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 。だそうじゃないときはちゃんと自分で管理するっていうのが大事ですよ。うん、大丈夫。だから俺は今年ラーメンの量減らします。お。声高に僕これを宣言します。宣言したのはいいけど、お前がどれだけラーメン食ってたか知らんし。ですね。週に3回は食べてた。多すぎるだろ。週に3回はまあでも俺もそんなもんだったのかな。うん。俺週に3回食べてたので、これを月に3回に減らします。大丈夫かお前。週1回以上は食べないに。週1回、週3回食ってお前月12回以上は食ってたんだろ。はい。でそれを月3回に変えるの。週3回ですから月に、だから月に12回でしょ。だから年間で4分の4分の1減るので150食ぐらい食ってたわけですよね。うん、年間。うん、やりますよ。僕はやります。だから4分の1減るので僕はやります。じゃあもう1年後ライズアップに。なんでラーメンのラーしか合ってないのライズアップ関係。いや僕はもう今年はもうそんな風にしますので、はい、じゃあラーメンを減らすと月に3杯にします。なので年に36杯にします。僕はもう替え玉やる人します。それも含めて。ちょっと待って、替え玉はだってあれラーメン一杯分の替え玉1だって。替え玉は替え玉は1でしょう。だからカウント1。ちゃ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 、だから行きました。違う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 、頼んだものと替え玉で1でしょう。頼んだものと替え玉1、うん、で兄さん違うさ、お前足し算だよかこれ。違う違う、替え玉までして一杯のラーメンですから。え、いや、そしたらさ、たくまさん、たくまさん、たくまさん、一回エンディング行こう。もう今日聞かない、最後まで。いや、エンディングも途中できる。じゃあ、だから、そしたら1日何杯食っても1になるじゃないですか。違う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 、違いますよ、違いますよ、違う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 。俺の方が今優勢だよな。違うよ。違うよ。じゃあみんな騙されないで、みんな騙されないで。替え玉は1でしょ。違う違う違う、スープと違うよ。だろ。じゃあ何も嫌言葉浮かばんけど、浮かばんけど、一杯のラーメンプラス替え玉でそれでカウント1なんですよ。ラーメンの一食なんですよ。もうお前一杯のかけそばでいいんだろ。かけそばに豚骨スープ入ってますか。知ってる人いるから、一杯のかけそば入ってますか。豚骨スープ入ってないでしょ。豚骨スープを入れりゃいいじゃん。もういやいや、ラーメンじゃなくなるじゃん。まあまあまあ、もう最後ラーメンの話になっちゃいましたけど、いや、はい、もう2016年もはい、はい、こういう感じで、この番組は情報番組、音楽番組、ユンタク番組ですので、そう、チャンプルーで、チャンプルー番組ですので、だから日によって突出するものが違うんですよ。違いますよ、うん、教育の話だったり政治の話だったり、もういろいろありますので、まあ、はい、はい、もうぜひ今年1年、はい、よろしくお願いします。またよろしくお願いいたします、はい、以上お届けしたのは宮城拓磨と知念望でした。ではまた来週、バイバイ。